今月ありがとう。こんな私のために。本当はもっと渡せればよかったんだけど。何言ってるの。いつも助かってるわ。3000円以上の価値があるもの。父が亡くなってから、母は実家で一人、月5万円という年金で生活していた。そんな母のために、仕送りという形でお金を渡していたのだ。しかし、3000円という額ではない。ちょっと待って、3000円ってどういうこと？だって、毎月振り込んでくれていたでしょ？確かに振り込んでもらってたけど、私が送ったのは10万円だよ。え、10万円？ちょうど仕送りをする前に、私たちは些細なことで口喧嘩をしてしまった。和解できぬまま、今日を迎えていたのだ。考えたくはなかったが、嫌がらせをするために、わざと、嘘をついたのではと思ってしまう。ただ、母の驚いている様子を考えると、嘘をついているわけでもなさそうである。でも、だったらなんでこんなことに。金額を間違えたとか？そんなはずないよ。ちゃんと現金で渡して。あなたが振り込んでくれたんじゃないの？私は、母の言葉で、重要なことを思い出す。どうしてこんな、簡単なことを忘れていたのか。そっか、そういうことだったのか。何か、わかったのね。うん、犯人もわかったよ。考えられる犯人は、身近にいたのだ。それで、母さんにも手伝ってほしいんだけど。私にできることなら。こうして私たちは、ある作戦を実行した。その一つ目として、来月の振り込みは、私が直接渡すことだ。結果として、この一件の犯人の行動や目的が、浮き彫りになる。そして、激しい怒りとともに、復讐を開始するのだった。私は貴子、今は父から受け継いだ小さな洋服店を経営して2年になる。もともと私は50歳まで化粧品会社で働いていた。そんな時に父が交通事故で亡くなってしまう。初めは母に相続されたのだが、年齢のことなどもあり、最終的に私が引き継ぐ形になったのだ。何か手伝おうか？そう声をかけてきたのは、夫の三男だ。夫は普段、建設会社の現場監督として働いている。暇を見つけては手伝ってくれているのだ。もうお店を閉めようと思ってたから、大丈夫よ。そうだったのか。それなら、一緒に帰ろうか。わかった。ちょっと待ってて。夫と結婚したのは、私が24歳の時。出会いは、お見合いだった。親戚の勧めで会うことになったのだが、初対面で意気投合した。出会って1ヶ月も経たないうちに結婚したスピード婚だった。特に若い頃は近所でも評判のおしどり夫婦と呼ばれるほど。それは今でも変わらないと思っている。そういえば今度ゆうきが家に寄るって言ってたぞ。え、そうなの？なんでいつも私には連絡してこないのかしら。怖いんじゃないか？ゆうきは私たちの一人息子で、今は結婚して別の町で暮らしている。定期的に会いに来てくれるのだが、いつも突然やってくるのだ。そして次の週末に息子がやってきた。ただいま。あれ、今日は一人なの？ああ、今日は友達と出かけるとかでさ。俺は留守番だったんだけど、せっかくなら遊びに来ようと思って。さあ、上がって。お父さんも待ってるから。すると息子は少し神妙そうな顔をしている。母さん、ちょっと大事な話があるんだ。大事な話？ああ、できれば2人で。そんな話をしていると、夫が奥からやってきた。いつまでそんなところで立ち話をしてるんだ？すぐに行くから、母さん、さっきの話はまた今度。え、こんな息子の反応は初めてだった。気にはなったが、ここで深く突っ込むのも違うかと思い、
そのままにする。最近調子はどうなんだ？ああ、もちろん順調だよ。親子の何の変哲もない会話をしているとスマホが鳴った。お父さんのじゃない？どれどれ。席を外し5分ほどすると夫は戻ってきた。少し面倒くさそうな表情になっている。どうかした？ちょっと会社に行ってくる。何やらトラブルがあったみたいでな。それは大変ね。ユキもせっかく来たんだ、ゆっくりしていけよ。そうするよ。そう言ってすぐに出かけていった。夫が出かけたことを確認すると、息子は先ほどの話の続きを始める。さっきの続きなんだけどさ、まあ軽い噂だからどこまで本当かはわからないんだけど。何の話？父さんの会社の話だよ。友達に聞いた話であるんだけど、どうやら経営がうまくいってないみたいでさ。倒産するとか？でも噂でしょ？元社員がそう言ってたらしいんだ。しかも裏ではもっと悪いことをしてるとか。まさかそんなことあるわけないでしょ？この時の私は半信半疑だった。とにかくこの件は父さんには黙ってた方がいいと思う。そうね。何かあったらきっと相談してくれるだろうし。それじゃあ一旦この話は俺と母さんの秘密ということで。息子が帰った後、家で一人になりさっきのことを考えていた。今まで何かがあればお互い必ず相談していたのだ。だから私は夫のことを信じようと決めた。そんなある日のことである。ちょっと頼みがあるんだ。頼み？まあ私にできることなら。ちょっと金を貸してほしいんだ。何に使うの？それは言えない。え？ちゃんと説明してくれないと貸せないわよ。頼む。夫は土下座をして挙句涙まで流していたのだ。こんな状態の夫は結婚してから一度も見たことがない。ちなみにいくらなの？100万円。100万？なかなかの大金に驚く。私は迷う。何に使うかもわからないのに、やっぱり貸すことはできない。ごめんなさい、やっぱり貸せないわ。どうしてもか？私は黙ってうなずいた。わかった。そう言うと夫は散歩をしてくると言って出て行ってしまったのだ。いくら長年連れ去った夫とはいえ、やっぱりそう簡単にできることではない。時を同じくして今度は母が倒れたという連絡があった。急いで病院に向かうと母は思いのほか元気な様子である。何があったの？ちょっと段差につまずいちゃってね。ヘラヘラと笑う母に私は思わず切れてしまう。笑い事じゃないでしょ。今回はこれくらいで済んだけど。そんなに怒らなくてもいいじゃない。だから父さんが死んだ時に同居した方がいいって言ったのに。でもそれは断ったでしょ。それから私たちは何年ぶりかの口喧嘩をした。お互い一歩も譲らず平行線のままだった。どうしてもダメなの？あなたたちに迷惑はかけたくないのよ。そんなこと気にしなくていいのに。それに年金だって5万だけじゃ生活だって苦しいでしょ。それでも節約すればなんとかなるわよ。私は母にある提案をした。だったら毎月仕送りするわ。それならいいでしょ。わかった。それじゃあ今月から送るようにするから。母はそれから3日後に退院した。しかしこの件で私たちの関係はギクシャクしたままに。それでも母が少しでも楽になってくれればいいという思いだった。それから数週間後、
朝起きると夫がいない。休日はいつもソファーに座り新聞を読んでいるはず。どこかに出かけたのかと思ったのだ。ただ時間が迫っていた私は開店準備のために家を出た。店に着くとシャッターが開いている。誰かいるの？そう声を出すと店の奥に人影が見えた。恐る恐る近づくとそれは夫だったのだ。あなた、こんなところで何してるの？あ、いや、ちょっと探し物だな。だったら私も探そうか？もう見つかったから大丈夫だよ。そう言って店を出て行こうとした。ちょっと待って。なんだ？この後家に戻るなら頼みたいことがあるんだけど。おう、それで頼みって？実は今月から母さんに仕送りすることになってて、私の代わりに振り込んでくれない？そんなことなら任せてくれ。私はお金を渡し振り込みを頼んだ。何気なく頼んだことだったが、この時はあんなことになるとは思ってもいなかった。特に問題もなく日々が過ぎていったのだが、ある日から夫の様子に変化が現れる。ただいま。おかえり。この日やけに夫は機嫌が良かった。加えて両手に紙袋を下げている。ほら、プレゼントだ。え？今日って何か特別な日だったっけ？別にないけど、たまにはいいだろ。夫から渡された袋にはブランドのバッグやらが乱雑に入っていた。どうしたの？そりゃ買ったに決まってるだろ。そうかもしれないけど、急なことすぎて目の前の状況が理解できない。嬉しいことではある。ただ今までだってこんなにたくさんのものをプレゼントされたことはなかった。しかもお酒を飲んできたようでアルコール臭が漂っている。さすがに飲みすぎじゃない？そんなことはないだろ。足元だってふらついてるし。夫がお酒を飲んで酔っている姿を久しぶりに見た気がする。いつからだったかはわからないが、毎日のようにしていた晩酌もやめていた。私は酔った勢いでこんなものを買ってしまったのかと推測する。とにかく水を持ってこようか？ああ、頼むよ。かなり酔いも回っていたのか、玄関先で座り込んでしまう。キッチンに向かい、コップ一杯の水を持っていく。はい。夫にコップを差し出すと、勢いよく水を飲み干した。これで少しは落ち着くかと思ったのだが、なんだよこれ！いきなり声を張り上げ、手に持っていたコップを壁に投げつけたのだ。何してるの？酒を持ってこいって言ったろ！何を言ってるの？私は水を持ってくるって言ったでしょ。いいから、酒を持ってこい！もはや、自分で何を言ってるかも分かっていない様子だ。いい加減にしたら？俺に逆らうのか？そうじゃないわよ。あなたを心配してるだけよ。しかし、一度興奮した夫は収まらない。たく、なんで俺がこんな思いをしないといけないんだよ。何を言ってるの？夫には、どうやら私の言葉が届いていないようだ。まるで、私はいないかのように、一人で話を続ける。もっと金があれば。この時、私は以前に、100万円を貸してくれと頼んできたことを思い出した。お金って？そう聞き返すと夫はハッとした様子で我に返ったように見えた。何でもない。今のことは忘れてくれ。そう言われても忘れることなんてできるわけもない。夫はすっと立ち上がると私を無視して寝室へと向かっていった。ちょっと！夫を追いかけるが、あろうことか部屋の鍵を閉めてしま
中に入ることもできず、結局私はソファーで一夜を過ごすことになった。そして翌朝。おい、おはよう。こんなところで寝てたのか。だって寝室に入れなかったんだから。すまん。さすがに一夜経って完全に酔いが覚めたのか、やけに素直に見えた。大丈夫よ、これからは気をつけるから。この状態なら昨日のことを聞けるかもしれないと思い、質問を投げかける。昨日言ってたことなんだけど。悪い、あまりよく覚えてないんだ。変なこと言ってたか。そうじゃないんだけど、何か嫌なことでもあった？いや別に。この時夫は明らかに目線をそらした。じゃあお金のことは？ああ、それならなんとかなりそうだから、今日は早めに家を出るな。夫は朝食をとることもなく、早々に家を出て行った。やはり私に言えない何かを隠しているのは明白だ。しかしそれが何かはまだわからない。私はいても立ってもいられず、息子に連絡を取った。こんな朝早くにごめんね。大丈夫だけど、どうしたの？ちょっと相談したいことがあって。私はここ最近感じる違和感について説明した。なるほど。詳しい話を聞こうにもはぐらかすか、いつも逃げちゃうから、どうしたらいいのかわからなくて。母さんの話を聞く限り、隠してるのは明らかなんだけどね。いい解決策が見つからず困ってしまう。しばらく沈黙の時間が流れる。すると息子がある提案をしてきた。だったら俺が直接聞くよ。え？同じ男だし、俺がうまく聞き出してみようかと思って。話してくれると思う？やれるだけやってみるさ。それで当日のことなんだけど。私たちは作戦を練った。計画の実行日は2週間後の日曜日。それまでの期間は夫に悟られないように細心の注意を払う。今日帰りは遅くなる。それはいいけど、帰りは？それはわからないな。久しぶりに会社の飲み会があるんだ。この前みたいに飲みすぎないでよ。わかってるって。そうだ、ついでに今月もお願いね。そう言って封筒を手渡す。ああ、わかった。夫を見送り、私もお店へと向かう。洋服店の隣には昔から続く精肉店がある。私が子供の頃からの付き合いだ。そこは中田さんという老夫婦が営んでいた。高子ちゃん、ちょっといい？はい、どうしたんです？実は話そうか迷ったんだけど。一体何の話だろうかと耳を傾ける。少し前に旦那さんをお店で見かけたんだけど、どうしてもその時の様子が気になっちゃって。ということは探し物をしていたと言っていたあの時かと思った。確かその時は探し物をしていたとか言ってましたね。そうなの？気になってチラッと覗いたんだけど、焦ったように見えたから。焦って？多分お店の奥の方だったと思うけど、すごい表情で何かを探してたから、ちょっと怖くなってね。そうだったんですね。わざわざ教えてくれてありがとうございます。でもそれは解決しましたから。なんだ、そうだったのね。なんだか私が一人で騒いだみたいになっちゃったわね。いえいえ、気にかけていただいて。それじゃまたね。会話を終えて店の奥へと向かった。奥には引き出しがついた簡素な机が2つほどある。念のため引き出しを見てみるが、鍵もしっかりとかかっていた。あの時は自然に話が終わったが、何を探していたかは結局聞けずじまい。仕事を終えた私は夫の帰りを待った。
飲み会って言ってたし、まだ帰っては来ないか。時刻は21時になっていた。本を読みながら時間が過ぎるのを待つ。時計を見ると24時近くになっていたため、そろそろ寝ようかと思った時である。夫が帰ってきたのだ。そこまで酔っているようには見えない。今日はあまり飲んできてないの？前に迷惑をかけたからな。そうなんだ。ああ、そういえば今日お肉屋さんの奥さんに聞かれたんだけど、探し物してた時があったじゃない。そういえばそんなこともあったな。え？結局あれは何だったの？え？だから何を探してたのかなって思って。私は夫をじっと見つめる。そういえば言ってなかったな。探し物はこれだよ。夫が見せてきたのは身につけていた時計だ。これだったんだ。疑問が解けたわ。そんな風に笑って見せたが、心の中では違うことを考えていた。見せてきた時計はその時は持っていなかったものだ。両手に袋を下げてきた時に買ったものだと自分で言っていたはず。なぜそこまで嘘をつくのか。どちらにしろこれは息子に報告する必要があるなと思った。そして約束の日曜日が来た。今日は来るって言ってたか？ちょうど近くに来る用事があってね。今日はそのついでだよ。とりあえず上がっていきなさい。あれ、でも母さん出かけるの？ちょっとどうしても外せない用事があってね。なんだ、そうだったんだ。それじゃあ気をつけて。私は息子に目で合図して家を出た。息子も任せてくれと言わんばかりの表情だった。さらに私たちはスマホを通話中のままにしていた。これは息子と夫の会話を聞くためである。私が出かけたふりをしたのはその方が本音を引き出せると思ったためだ。早速二人の会話が聞こえてくる。最近母さんが父さんのこと心配してるみたいだよ。心配？心当たりがあるんじゃない？そう言われてもな。それにここには母さんはいないしさ。そうだな。それじゃあここだけの話にしてくれるか？もちろん。これから一体どんなことが聞けるのかと少しワクワクしている自分がいた。夫の口から語られたのは以前息子から聞いたことがある内容だった。最近会社がうまくいってなくてな。社員はどんどん辞めていくし、でも父さんはそんな状態でも働いていると。まあそうなんだが、辞めようかと思ってる。このまま働き続けても母さんには迷惑をかけるだけだしな。今まで夫には疑念があったが、その言葉を聞いて少しだけ安心した。なるほどな。でもそれなら余計に話した方がいいんじゃない？それはそうかもしれないが、今の中途半端な状態で話せるわけもないだろう。そっか、わかった。このことは黙っておくよ。でもいずれはちゃんと話すつもりなんでしょ？ああ。それから二人はお互いの近況について報告し合っていた。少しだけ心が晴れたような気がする。それじゃあ俺は行くよ。もう行くのか？また来るからさ、気をつけてな。家を出た息子から話しかけてきた。ちゃんと聞いてた？バッチリ聞こえてたわよ。まあそういうことらしいよ。じゃあ前にお金を借りようとしたのもそれが原因だったのかな？多分そうかも。とりあえず一旦は見守るしかないのかも。ここで私はお店での一件を話す。そうだ、忘れてたことがあったわ。私は夫の探し物について説明した。母さん、それはもっと早く教えてくれないと。すっかり忘れてたのよ。こんなこと言うのもあれだけど、話はそう単純なものじゃないのかも。え？俺もまだちゃんと答えは出てないけど、とにかく
また何か気づいたことがあったらすぐに教えてよ。あ、わかった。しばらく息子と話をして家に戻った。そしてこの後、夫の本当の目的などを知ることになる。それにより怒りとともに復讐心が燃え上がっていくのだった。ちょっと2万だけ貸してくれないか。2万円？ちょっと支払いを忘れててさ、来週返すから頼む。必ず返してくれるわけ？もちろんだよ。ここで断ればよかったのに、私は夫にお金を貸してしまう。心の奥底では夫を信じたかったのかもしれない。そしてここから私は夫に対する警戒心も薄れていく。というのも、夫はしっかりと返してくれたからだ。これに味を占めた夫は、少しずつ貸してほしいという金額を増やしていく。これは夫の作戦だったのだろう。私はそれに気づかぬまま何度もお金を貸してしまった。おい、早く飯を用意してくれ。え、今日は食べてくるって言ってなかった？そんなの言ってないだろ。文句言ってないでさっさと用意しろよ。わかったわ。夫は何を勘違いしたのか、私を下に見るようになり、高圧的な態度を取り始めた。私に頼めばお金を借りられるといい気になっていたのだろう。それからも夫の暴走はとどまることを知らなかった。ちょっと飲みすぎじゃないの？仕事から帰ると夫は晩酌を始めており、ビールの缶やら日本酒の瓶などが空いている。飲みすぎ、こんなのまだまだだろ。このままではまたいつかの繰り返しになると思い、片付けを始めた。すでに出来上がっている夫は、激しい言葉の応酬とともに目の前にあった瓶を手に持ってこちらを脅してくる。映画よく聞けよ。今度勝手な行動したらこの瓶が飛んでいくからな。分かったから、手に持ってるものをそこに置いてよ。じゃあ酒を買ってこい。私は夫に言われるままにお酒を買いにコンビニに向かった。家の外に出ると空には星が瞬いている。こんなに空は綺麗だったのかとしばらく見入ってしまった。すると夫から電話が来る。もしもし。どこで油を売ってるんだ。酒は買ったのか。これからよ。まったく何をしてるんだ。さっさと行ってこい。私は小走りでお酒を買って帰った。恐る恐るリビングのドアを開ける。また何か言われると思っていたのだが、夫はいびきをかきながら気持ちよさそうに寝ていたのだ。私は一体何をしているのだろうと夫を見下ろしながらそう考えていた。そんな夫の横暴に疲弊していると、珍しく母から電話が来た。電話なんて珍しいわね。どうしたの？毎月ありがとう。こんな私のために。本当はもっと渡せればよかったんだけど。何言ってるの、いつも助かってる。3000以上の価値があるもの。父が亡くなってから母は実家で一人月5万円という年金で生活していた。しかし3000円という少ない額を渡していたわけではない。ちょっと待って、3000円ってどういうこと？だって毎月振り込んでくれていたでしょ。確かに振り込んでもらってたけど、私が送ったのは10万円だよ。え、10万円？ちょうど仕送りをする前に私たちは些細なことで口喧嘩をしてしまった。和解ができぬまま今日を迎えていたのだ。考えたくはなかったが、嫌がらせをするためにわざと嘘をついたのではと思ってしまう。ただ母の驚いている様子を聞くに、嘘をついているわけではなさそうである。でもだったらなんでこんなことに。
金額を間違えたとか、そんなはずはないよ。ちゃんと現金で渡して、あなたが振り込んでくれてたんじゃないの？私は母の言葉で重要なことを思い出す。どうしてこんな簡単なことを忘れていたのか。そっか、そういうことだったのか。何か分かったのね。うん、犯人も分かったよ。考えられる犯人は身近にいたのだ。それで母さんにも手伝ってほしいんだけど、私にできることなら。こうして私たちはある作戦を実行した。その一つ目として、来月の振り込みは私が直接渡すことだ。さらにここで私は息子にもこの事実を伝えた。息子に驚いている様子はなく、むしろ納得しているようにさえ思える。そして次の仕送りの日を迎えた。この日はちょうど休日だったため、夫も家にいたのだが、昼頃から落ち着きがなくなる。どうかしたの？どうしてだ？なんだか落ち着きがないみたいだけど。そんなことはないだろ。そう？何か気になることでもあるの？なんともないって言ってるだろ。イライラが溜まってきたのか、口調も荒くなっていく。ここで私は仕送りの件をあえて話した。それじゃあ私は母のところに行ってくるわね。お母さんに何かあったのか？母は元気よ。今日行くのは、お金を渡しに行くの。毎月仕送りしてたでしょ。夫はその言葉を聞いて目が泳ぎ出した。じゃあ行ってくるわね。すると夫に呼び止められた。ちょっと待ってくれ。何？ああ、いや、言いたいことがあるならはっきり言ったら。しかし夫は口ごもってブツブツと何かを言うばかりで、一向に本題に入らない。その姿を見て私もイライラしてくる。せっかくここまでお膳立てしているというのに。これ以上は時間の無駄だと思い、いっそこちらから話してしまおうと思った。あなたが言わないなら私が言ってあげるわよ。あなたが母のお金を横取りしてたんでしょ。そんなわけないだろ。でもあなたに振り込みを頼んだのよ。嘘をついているかもしれないだろ。母が嘘をついていると本気で言ってるわけ？自分の非を認めることもせず、まして何の非もない母を疑うとは。振り込んだ記録があるんだから、今さらそんな嘘をついても無駄だから。で、あなたなんでしょう？俺がやった。ようやく白状した。ただ疑問はまだまだ尽きない。それは何に使ったの？前にいろいろと買ってきたことがあったけど、そのお金を使ったの？ああ、そうだよ。なんてこと。すまない、必ず返すから。そんなこと言っても遅いのよ。私はその場で息子に連絡した。それから30分後に息子が来てくれたのだ。急いで来いって言うから来たけど、急にごめんなさい。でもお父さんが白状したの。今までのやりとりを説明した。まさかおばあちゃんのお金をそんなことに。とにかくあなたもこっちに来て。息子を連れてリビングに戻ると、ソファーに座っている夫はすっかりうなだれている。なんでそんなバカなことを。私はもう夫とは離婚するつもりでいた。いくら会社が傾いているからって人のお金に手をつけるなんて。どうしてそれを。前から何か怪しいと思っててね。前に勇気が家に来たでしょ。その時に全部聞いてたのよ。でもお前は家にいなかっただろ。あなたと勇気が話している間ずっと電話をつないでいたの。そんなことまで。どうせ直接聞いても話してくれないと思ったからね。これからどうしてやろうかと思っていると、
息子が割って入ってくる。俺からもいいかな。父さんに聞きたいことがあるんだ。なんだ。母さんから聞いたけど、なんだか探し物してたんだって。ああ、時計をな。それにすかさず私は突っ込んだ。でもその時計はその後に買ったものでしょ。時系列がおかしいのよ。つまりは別の何かを探してたってことだよな。本当は何を探してたの？ここまで詰めているのに夫は口を固く閉ざす。母さん、本当に心当たりがないの？ちょっと待って。必死に考える。あのお店に夫が欲しがるものがあったかと。レジの中は日々チェックしているため、それは違う。となると机の中身ということになる。お金を欲しがっていた夫、そんな夫が欲しがっていたのは、あ、もしかして何かわかった？信じたくないけど、あなたが取ったのは店の権利書じゃないの？夫の肩がピクッと動いたのを見逃さなかった。どうやら図星みたいね。まさかそんなことまで。これは立派な犯罪だからね。で、それをどうしたの？あの店を担保にして金を借りたんだ。は？返す当てもないのに。頭がクラクラしてくる。母さん。私は息子に支えられ椅子に座る。とにかく警察に電話してちょうだい。警察？何に驚いてるの？あなたはそれだけのことをしたんだから当たり前でしょ。その後息子に頼んで警察に通報してもらった。それから15分後に警察が到着し、事情を説明する。夫も自分のしたことを認め、警察署に連れて行かれた。しかしこの話はこれだけでは終わらなかったのだ。後日警察から連絡があったのだが、その口から衝撃の事実を聞かされる。この日私は夫と面会させてもらうことにした。すっかりやつれてしまった夫。調子はどう？私の呼びかけにも答えない。警察から話を聞いたんだけど、あなた詐欺に加担してたんですって。夫は目を見開いてこちらを見てきた。そこまで知ってるんだ。警察から詳しく聞いたわよ。夫の勤める会社は数年前から経営が厳しかったようだ。不当たりを出していたこともあり、詐欺に手を出すしかなかったらしい。まさかそこに夫も加わっているとは思わなかった。いくらお金に困っていたとはいえ、そんなところにまで手を出した時点で終わりなのだ。とにかくあなたは犯罪者になったわけだし、弁護士を通じて離婚するから。離婚？ええ、残念だけど諦めてね。私は席を立ち、その場を後にした。警察署を出ると、外では息子が待ってくれていたのだ。ずいぶん早かったね。言いたいことは言ったから。確かにすっきりした顔になってるし、あとは母さんにも謝らないとね。だったら俺も一緒に行くよ。ありがとう。こうして私は実家に向かった。二人が揃ってくるなんて珍しいわね。今日は報告したいことがあってね。仕送りの件なんだけどさ。じゃあ俺からいろいろと説明するよ。こうして母に事の真相を説明した。母は何も言わずに黙って最後まで話を聞いてくれたのだ。それは大変だったわね。母は自分も被害を受けていたにもかかわらず、私のことを心配してくれた。母の優しさに涙が浮かんできたが、ぐっとこらえる。これからはちゃんと仕送りもできるから安心してよ。無理しなくてもいいのよ。無理なんかしてないから。
それで、三尾さんはどうするの？弁護士に頼んで離婚するつもりだよ。あなたが決めたことなら、私は応援するだけよ。それから私は、2週間後に離婚が成立した。結果として、夫の証言により、夫が勤めていた会社の社長を含めた7人が逮捕されることに。私たちを騙して、やりたい放題だったわけだ。弁護士の話によれば、これだけの罪を犯したこともあり、実刑判決を受ける可能性もあるとか。元夫が犯罪者になるのは心苦しいことではある。しかし、それでも許すことはできない。母さんはこれからどうするの？まあ、細々とお店を続けていくつもり。でも一人だと心配だし、なんなら一緒に。大丈夫よ。それに母のお世話もあるしね。私だけが一緒に住むことはできないもの。さらに私は弁護士に頼んで、夫が勝手に担保に入れて借りたお金は全額ではないが一部免除された。最終的に私は母と同居することに。はじめは仕送りをすることで決着したのだが、同居は母からの提案だった。これからは母と二人、手を取り合って生きていく。この寄生虫が。え、私が寄生虫？あんたがいると苦労するの、わかる？できればさっさと離婚してあげてほしいんだけど。お母さん、夫のことをよくわかっていないようですね。自慢の息子なのはわかりますけど、ちょっとフィルターがかかりすぎてますよ。姑は私のことが気に入らないようで、よく毒を吐いてくる。ただ、毒を吐き続けられたことで、毒耐性を取得した私のダメージは軽い。しかしこの時は、ちょっと調子に乗って姑を煽りすぎたようだ。姑はダイニングテーブルの上に置いてあった爪楊枝の容器を、晩ご飯の準備をする私に向かって投げつけてきた。容器は空中で蓋が開き、中の爪楊枝がショットガンの弾のように広がり、私の顔をめがけて飛んでくる。とっさに顔を背けたが、頬から首にかけて勢いよく飛んできた爪楊枝を浴びてしまった。どうやら首に爪楊枝が刺さったようで、首のあたりがヒリヒリする。私はそのヒリヒリした部分を指でつかむと、ピッと血がにじみ出てきた。ごめんごめん、ついイラッとしちゃって。でもあなたがわけのわからないこと言うから悪いのよ。あんたみたいに家で仕事する人をなんて言うんだっけ？在宅ワーカー？ニートの間違いでしょ。1円も稼がない寄生虫は出てけ。コンロの火がつきっぱなしだったぞ。こんなところで何やってるんだ？あなた、いいところに帰ってきたわ。タイミングよく夫が帰宅したので、これで私は夫が姑を注意してくれると思った。しかし夫の口から出てきた言葉は信じられないものだった。煽ったのも悪いな。怪我は大したことないんだろ。それならこれでおあいこだ。誰が家賃50万払ってると？この状況で本当のことを言わないなんて、これまでの我慢は無駄だったんだ。それなら望み通り出て行ってやろう。私がいなくなれば、夫と姑も後悔するはずだ。私はアミ、IT コンサルティング会社で働いている。主な業務は、SAP コンサルティングというもので、人事や会計、生産管理などの企業の基幹業務システムを構築したり、そのシステムを活用して
企業経営に不可欠な資源を有効活用して、経営戦略のアドバイスなどをしている。IT 系の仕事なので、当然ながら激務だ。団塊世代以上が後期高齢者となることで、いろいろな問題が起こると言われている2025年問題などがあることから、ニーズが高まっていることもあり、近年は激務が加速している。大学を卒業し、今の会社に入ってから、体感では5年くらいなのだが、実際にはすでに15年が経っていた。時間感覚がおかしくなるほど仕事をしてきたアラフォーの私は、当然のように独身である。すでに恋愛も結婚も諦めムードであり、仕事での身なりは整えはするが、プライベートではすっかり紐の女だ。休日はソファーから全く動かないし、晩ご飯は作りながらキッチンで立ったまま食べる。また家の中では鬱陶しい前髪は洗濯バサミで留めるし、服は畳まずに干してからかけっぱなしにしたハンガーから取る。自分でもこんな女とは付き合いたくないと思う。好きな人でもできればその時には本気を出すつもりだ。そう思っているが、これはだらしない生活を続けるための自分への言い訳であり、本気を出す機会など訪れることはないと自分でもわかっている。今日も前髪を洗濯バサミで留めて出勤するためにメイクをする。恋愛や結婚よりも仕事を優先してきたので、私は周りから仕事が好きだと思われていた。しかし私が仕事を頑張ってきたのは、仕事が好きだからではなく、両親への反抗心からである。今は会社勤めが必ずしも安泰とは限らないのよ。家を出なくてもうちで畑をすればいいじゃない。農家を始める若い女の子も増えてるんだぞ。だからお前もうちで農家になればいいんだ。結婚したら旦那さんと一緒に二人三脚でな。いい人生だと思わないか。私の実家は田舎の農家で、両親は一人娘だった私に婿養子を取って農家にしたいと考えていた。そのため私は幼い頃から耳にタコができるほど両親に畑を継ぐように言われてきた。田舎生まれ、田舎育ちの両親は価値観が少し古く、本当にそれが私にとっていい人生になると思っていた。私は農家にならないって言ってるでしょ。高校を卒業したらこの家を出るって決めてるんだから。もちろん私は両親の考えに反抗していた。小学生の頃から朝4時半に起こされて、登校前に畑仕事を手伝わされ、夏休みや冬休みは畑があるからとどこにも連れて行ってもらえず、畑仕事をまた手伝わされる。休み明けに友達が家族旅行に行った話を聞くたびに羨ましく思い、私も旅行に連れて行ってもらったとよく嘘をついたものだ。両親は私に畑仕事のやりがいや楽しさを教えたかったのだろうが、思春期に畑に対して嫌な思い出しか作れなかった私が、絶対に農家にはならないと心に決めた。周りからは農家になればいいのに、両親がかわいそうなどと言われたこともあるが、農家の子供として生まれた人であれば、私の気持ちを理解してくれる人もいると思う。両親の仕事を継ぎたくない私は、農家とは畑違いの情報系の大学に進学。大学生になると、私は高校の時から必死に貯めたバイト代をもとに一人暮らしを始めた。在学中の生活費もバイトを掛け持ちして自分で稼いだ。卒業したら戻ってくるんでしょ？パソコン仕事なんて小難しいこと、お前には無理だろ。意地張らずに帰ってこい。
いつまでも諦めない両親にはよくイライラさせられたものだ。顔を見ても畑のことしか言わないので、大学を卒業してからはほとんど実家には帰ってないし、連絡が来ても無視している。ただ、大学の学費は両親に払ってもらっていたことには感謝している。しかし大学を卒業して今の会社に就職した私は、仕送りという名目で両親に毎月お金を送り続けている。仕送りを始めた頃から、これは学費の返済だと気がついたのか、両親はやっと私に畑を継がせることを諦めてくれた。この15年の仕送りで、その額が払ってもらった学費を超えたので、私の気分もすっきりしている。ただその代償として仕事に打ち込んできたことで婚期を逃してしまった。最初は反抗心で飛び込み、意地で続けてきた仕事ではあるが、後悔はない。企業の経営戦略にまで踏み込める仕事にやりがいを感じないわけはなく、今ではそれなりに楽しく仕事ができている。これからも私は今の会社の仕事と紐の女を続けていくのだろう。ある日、そんな強がる私は夫となる人と出会った。今日はかなり遅くなっちゃった。まだ残ってるかな。私はスーパーの入り口でカゴを取ると、野菜、肉、魚の売り場を早足で通り過ぎ、惣菜コーナーへと向かう。頑張って料理をすることもあるが、帰りが遅くなることも多い私は、スーパーの惣菜や弁当で晩ご飯を済ませることも多い。さすがに夜中から料理をするのは大変なので、これは仕方ないことである。また仕事帰りの遅い時間に買いに行くので、3割引きや半額のシールが当然のように貼られているので、お財布にも優しい。また自分を甘やかすための言い訳を頭の中で繰り返しながら惣菜コーナーへと向かう。あ、今日は当たり日だ。私はいつも人気でなくなりがちな半額シールの貼られたチキン南蛮弁当に目を輝かせ、すかさず手を伸ばす。あ、ごめんなさい。こちらこそ、私は大丈夫なのでどうぞ。いえ、私の方こそ大丈夫なので。私が弁当に手を伸ばすと、別のお客さんも手を伸ばし、二人とも弁当に手が触れる直前でその手を引っ込めた。どちらも譲り合って逆に気まずい雰囲気になっている。じゃあいただきますね。ありがとうございます。これではいつまでも惣菜コーナーから動けないと思ったのか、男性客はチキン南蛮弁当をカゴに入れると照れくさそうに去る。私はその男性客の背中を見えなくなるまで見続けた。どうやら私はその男性に一目惚れしてしまったようだ。ただ相手はどこの誰かもわからないし、この年になって一目惚れというのもどうかと思う。そのためまたどこかで顔が見られたらいいなぁと願うだけにとどめることにした。しかし私の足は自我を持ったらしく、私は男性客に出会った時間をめがけてスーパーに行くようになる。数日後、すでに買うものをカゴに入れたにもかかわらず、惣菜コーナーの周りをうろうろしていると、あの男性客が現れた。惣菜コーナーの売り場はすでにすっからかんで、めぼしいものはない。売り場の前で立ち尽くす私は、勇気を出して、男性客に話しかけた。先日はどうも。ああ、この間はどうも。この時間はお弁当ないことが多いですよね。よかったら私のお渡ししましょうか。前と同じチキン南蛮ですけど、もらってくれればお弁当の誘惑に負けずに自炊できますから。いいんですか？じゃあお言葉に甘えて。私のことを覚えていてくれた男性客は、私からお弁当を受け取ってくれた。
これをきっかけに私はこの男性客と仲良くなる。名前は龍。外資系企業でソフトウェア領域の IT 営業職をしているらしい。私も同じ IT 系の仕事をしているということと、この年まで仕事ばかりしてきて、お互いに独身という似た境遇から意気投合。しばらくするとスーパーで会うだけでなく、外で一緒に食事をする仲になる。またそれから私たちの距離は徐々に縮まり、交際するようになり、1年後には結婚する流れとなった。アミさんのご両親には挨拶に行かないの？両親とはちょっといろいろありまして、私の方から連絡だけはするつもりなんですけど、あと私たちは年齢が年齢なので、式はせずにフォトウェディングで済ませるつもりなので、その写真は送ろうかと。まあ家族といえど人のことだからいろいろあるわよね。結婚の挨拶の時、私が気まずそうに両親との関係のことを伝えると、姑は笑って流してくれた。明子お母さんとはいい関係が築けそうである。無事に姑への挨拶も済ませ、これで私も結婚した周りの友人たちのように幸せな夫婦生活が送れると思っていた。しかし結婚生活は私が想像していたものとは違ったものとなる。結婚後、私は夫の家で生活を始めた。あまりプライベートでお金を使わない私は、こじんまりとしたマンションに住んでいたのだが、夫の方は家賃50万円もするタワマンを借りていた。ここに一人は広すぎたんじゃない？どうしてこんな大きなマンション借りたの？アラフォーになって独身ってのが恥ずかしくてな。タワマンにでも住んでれば、独身生活を楽しんでるって周りが思ってくれるんじゃないかなって思って。見栄みたいなこと？それに月50万円は出しすぎじゃない？俺には特に趣味はないし、物欲もそんなにないから給料を家賃につぎ込んでたんだよ。でもそのおかげでこうして亜美とすんなり夫婦生活が始められたんだから結果オーライだろ。夫は笑いながら私の荷ほどきを手伝ってくれた。付き合うようになってから分かったのだが、夫は世間体を気にするタイプだった。私も周りのことは気になるタイプではあるが、夫ほどではない。私も夫くらい周りのことを気にしていれば、家で干物にならず、もう少し女性らしくいられたのではないかと反省した。この部屋にする？それとももう一つの方にする？この部屋でいいわ。あっちは広すぎると思うの。私は夫と空き部屋に机を設置すると、その上に仕事用のパソコンを置く。周りの目を気にして借りていた夫のマンションは広く、部屋が多く余っていた。そのため夫は空き部屋の一つを私の仕事部屋にしてくれた。私は夫のマンションに引っ越したことで、会社からは遠くなってしまった。また結婚によって生活環境は大きく変わるので、これはいい機会であると思った私は、今まで踏ん切りがつかなかった在宅ワークに切り替えることにしたのだ。今日からここが私の職場になると思うと、気持ちが引き締まる感じがする。こっちの部屋がお母さんの部屋よね。ああ、掃除は自分でしてもらってるから何もしなくていいからね。私はまだ入ったことのない部屋のドアを指さし、その部屋の扱い方を確認する。夫のマンションは義実家から電車で40分ほどの距離にある。そのため姑はちょこちょこと家に来るらしく、泊まっていくこともあるそうで、部屋が余っていることから姑専用に宿泊部屋があった。姑が家に来るのはいいのだが、私は不安に思っていることがある。その不安は見事に現実となってしまう。
あ、お母さん、いらしたんですね。なーに？私が来ると何か問題があるわけ？いえ、そんなことないですよ。部屋で仕事をしていたので気がつかなかったので。何の仕事してるのかよくわからないけど、部屋に閉じこもってパソコンで何かカタカタやってるから気がつかないのよ。気がついたんならさっさとお茶くらい出してくれる？すいません、今お出ししますから。私は急いで姑がいつも使っているカップを棚から取り出そうとすると、背後からは刺さるような視線を感じた。姑に睨まれているのだろう。お菓子もどうぞ。どうも。姑は私が出したおかきの小袋を開けると、バリッとかじりながら私のことをじとっとした目で見てきた。リュウはどうしてこんなのと結婚したのかね。仕事に行かないで部屋にこもってパソコンばっかり触って、家のことなんて何にもしやしない。あのお母さん、前に説明させてもらいましたけど、私はちゃんと仕事をしてますから。 IT コンサルタントの仕事で SAP っていうシステムの導入をサポートしてまして、ビジネスコンサルタントに近いこともしてるんです。難しい言葉を並べてごまかそうとするんじゃないよ。あの子ならもっといい人と結婚できたはずなのに、あんたの歳じゃ孫も期待できなそうだし。姑は文句をブツブツと言い続けながら、またおかきに手を伸ばす。私は姑の気が済むまで、その文句を聞き続けることがルールのようになっていた。姑は夫から家の鍵を預かっていて、好きな時に家に入ることができる。私と結婚する前は、よく夫の晩ご飯を作りに来ていたそうだ。姑は夫のことを自慢に思っていて、私のことを嫁として気に食わないらしい。結婚の挨拶の時は、うちの両親と違って理解のある人だと思ったのだが、あの時は猫をかぶっていたようだ。ただいま。ああ、母さん来てたのか。お帰りなさい。今日もお仕事お疲れ様。晩ご飯は龍の好きな生姜焼きだそうよ。母さんが作るの？アミさんが作るに決まってるじゃない。もう私が出しゃばることじゃないでしょ？ねえ、アミさん。え、はい。私は姑に話を振られ、戸惑って表情が引きつる。姑は夫の前ではいい姑に変身する。その見事な切り替えの速さはまるで怪人だ。もちろん夫には姑から毒を吐き続けられていることは相談している。しかし夫には姑を注意しにくい理由があった。前に説明しただろ。3年前に父さんが病気でいなくなって、母さんが寂しそうにしてたから、いつでもこの家に来れるように鍵を渡したって。その鍵を結婚したから今から返せなんて言えると思うか？そんなこと言ったらまた母さんが落ち込んじゃうじゃないか。別に鍵を返してもらうまでしなくてもいいの。家に来る頻度をちょっと下げてもらえないかなって思ってるだけよ。それか私にチクチクしたことを言うのを注意してほしいの。わかったよ。母さんには注意しとくから、それでいいだろ。話が終わると、夫は私に背を向けるように寝ると、数分でいびきをかき始めた。夫は姑を注意してくれると言ったが、あまり私の悩みを真剣に考えてくれていない印象だ。まあ姑は3年前の62歳の時に、67歳という若いうちに義父が他界したので、寂しく思ったことだろうし、唯一の家族となった夫を取られたとなれば、私を嫌うのもわからなくはない。それに夫も真剣には見えなかったものの、姑を注意すると約束してくれた。そのため夫に任せて引き下がることにした。こんなものを龍に食べさせるつもり？ちょっとお母さん、何してるんですか？状況は悪化した。仕事をしているとガサゴソと音が聞こえたのでキッチンに行くと、姑は作っておいた晩ご飯を
容赦なくゴミ箱に捨てていた。部屋にこもって遊んでるからこんなものしか作れないのよ。今日は私が龍の晩御飯を作るからね。あんたの分は作らないから、自分の分は自分で用意しな。だったら作っておいた晩御飯は私が食べるので捨てないでほしかった。シュートメは自分で買ってきた食材で料理を始める。シュートメにあまり近づきたくない私は、冷蔵庫を眺めながら、中に何が残っていたか思い出そうとした。今まで毒を吐くだけだったが、夫に注意された姑は物理的な嫌がらせもするようになってしまった。また私が夫に姑のことをチクったことで、姑は嫁いびりを隠そうともしなくなり、その犯行はどんどん大胆になっていく。状況がひどくなったので、今度は夫にしっかりと姑に注意してもらいたいと思っている。しかし夫は夫で大変で、それどころではない状態となっていた。俺、あの会社辞めるわ。え、どうして？ずっとあの会社に勤めてきたんでしょ？上司が派閥争いに負けたんだ。それで別の派閥から立場を追いやるような悪どいことをされ始めてて。嫌がらせを受けてるのは上司なんでしょ？どうしてあなたが会社を辞める必要があるのよ？上司がふっかけられてることの一つを俺になすりつけてきたんだ。俺は何もしてないのに大きなミスをしたことにされそうなんだよ。きっとこれからもこんなことが続くと思うと、もうそんな会社にはいれないよ。そんなの出るとこ出てやるって言ってやればいいじゃない。そういうのは簡単に潰れるよ。もういいんだ。派閥だのなんだのって、もう疲れたから。夫の表情は、諦めや疲労や挫折などネガティブな感情で溢れていた。とてもではないが、仕事を続けると励ますことなどできない状態だ。ただ私は夫のことをそれほど心配する必要はないと思っていた。夫は外資系企業でバリバリと働いていた仕事人間であり、知識も経験も豊富だ。そのため会社を辞めたとしても、すぐに次の仕事は見つけられるだろう。それに我慢して会社に残り続けるのではなく、自分から会社を辞めると言ったので、すでに次のステップに目を向けていることもわかる。あなたがそうしたいならそうすればいいと思うわ。私にできることがあったら言って、何でも手伝うから。それじゃあ一つお願いしてもいいかな。母さんには次の仕事が決まるまでは、会社を辞めたことを黙っててほしいんだ。え、どうして？母さんにはなるべく心配をかけたくないんだ。すぐに仕事は見つかると思うから、実は転職したんだっていう伝え方をした方が、母さんに心配かけなくて済むだろう。外資系企業に勤め、立派なタワマンに住む夫は、姑にとって自慢の息子だ。自慢が過ぎていることで嫁いびりをしてしまうほどである。そのため夫の言う通り、派閥争いに巻き込まれて会社を辞めるなんて言った日には、姑の精神がどうなるかわからない。私も夫の転職先はすぐに見つかると思っているので、夫の頼みを聞くことにした。2ヶ月後、私と夫が思っていた通り、夫の転職先はすんなりと決まった。夫は前職の経験を生かし、今はメーカー系の法人営業の仕事をしている。転職先が決まったことで、夫はこの2ヶ月のことを姑に正直に話した。さすが龍ね。このご時世にすぐに仕事に就けるなんて、前の会社は辞めて正解よ。姑は嬉しそうに夫の肩をバンバンと叩いて褒めた。また世間体を気にする夫は、無職の期間をほぼない状態で新しい仕事に就いたことが嬉しかったようで、転職活動の時のことはやたら誇らしげに話す。夫が誇らしげに姑に説明する姿を見て、私はこれで再び夫に姑のことを相談できるようになると思ってほっとした。夫が転職してから半年後、
まともに働かない。家のこともしない。あんたは何のためにここにいるのよ。姑のことはまだ解決しておらず、相変わらず私は姑に毒を吐かれている。また姑の問題に加えて、新しい問題まで増えてしまった。ちょっとあなた、また私の財布からお金取ったでしょ？ 2 万くらい別にいいだろ？人の財布から勝手にお金を持って行ってるのにいいわけないでしょ？私は財布のお札入れの部分を広げ、空っぽであることを夫に確認させる。別にいいと言いながら、夫には多少の罪悪感はあるようで、私の目は見ない。夫は私のお金を盗むようになってしまった。しかも厄介なことに、夫は姑を味方にし、盾にしている。偉そうなことを言うんじゃないよ、この寄生虫が。え、私が寄生虫？そうよ。あんたは部屋にこもって仕事をしてるって言ってるけど、ここのところ生活費は龍が出してるそうじゃないか。家でできる仕事なんて大したことないものって思ってたのよね。まともに稼がずに龍のお金を当てにするなんてニートと変わらないわね。あんたの財布に入ってるお金は龍が稼いだもの。なら勝手に持って行ってもあんたに文句を言う資格はないでしょ。夫は姑の背後で申し訳なさそうな顔をしながら私に向かって手を合わせて謝罪のジェスチャーをしている。いくら私に悪いと思っても、結局のところ、夫はお金を持っていく。最初夫は私にお昼代が欲しいと言ってきたのだが、その額は徐々に増えていった。あまりに夫がお金を求めるようになったので、私はこれは良くないと考え、渡すお金はお昼代だけに戻したのだが、それではお金が足りないと、夫は家の中で泥棒をするようになってしまった。夫が泥棒をするようになってから3ヶ月後、私が夫にお金のことで注意するようになったことが気に入らなかった姑は、嫁いびりをさらにエスカレートさせた。ねえ、あんたがいると龍が苦労するの。わかる？できればさっさと離婚して龍を解放してあげてほしいんだけど。なんでそんなこと言うんですか？冗談でも怒っちゃいますよ。私が晩ご飯の準備をしていると、ダイニングテーブルから姑がいつものように毒を吐いてきた。テーブルの上に置いてある爪楊枝の容器をトントンとテーブルに叩きつけながら私を威嚇している。結婚から半年ほど毒を吐き続けられた私はすでに毒耐性を獲得しているようで、最近は姑から何を言われても聞き流すことができるようになっていた。姑の爪楊枝の容器をテーブルに叩きつける音がトン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 と徐々に速くなっていく。私がダメージを受けないので苛立ってきているようだ。そのことに気がついた私はつい調子に乗って少し姑を煽ってしまった。お母さん、夫のことをよくわかってないようですね。自慢の息子なのはわかりますけど、ちょっとフィルターがかかりすぎてますよ。私が姑の方を振り向くと、爪楊枝の容器をテーブルにトンと強く叩きつけると次の瞬間、私にその容器を投げてきた。人は危険な目に遭うと時間がゆっくり流れると聞いたことがあったが、私はそれを実体験する。姑の投げた容器は空中で蓋が開き、中の爪楊枝がショットガンの弾のように広がり、私の顔をめがけて飛んできた。とっさに顔を背けたが、頬から首にかけて勢いよく飛んできた爪楊枝を浴びた。びっくりした私は爪楊枝を浴びた方をさすりながら姑を見る。私が驚きすぎて間抜けな顔をしていたのか、姑は笑っていた。何か私に向かって言っているが、
頭が真っ白な私にはその声が聞こえない。数秒ほど経ち、少し頭が回ってきた私は、怪我をしていないか確認するために洗面台へと向かった。洗面台の鏡で爪楊枝を浴びた方を確認したが、怪我はしていないようだ。しかし首のあたりがヒリヒリする。どうやら爪楊枝が首にちょっとだけ刺さったようだ。私がそのヒリヒリした部分を指でつまむと、ピッと血がにじみ出てきた。ごめんごめん、ついイラッとしちゃって。でもあなたがわけのわからないことを言うから悪いのよ。私が首の血を絞り出していると、姑がやってきた。私を怪我させたというのに、悪いと思っている様子はみじんもなく、むしろ嬉しそうに笑っている。あんたみたいに家で仕事する人をなんて言うんだっけ？在宅ワーカー？ニートの間違いでしょ？一円も稼がない寄生虫は出てけ。姑は私のことを徹底して夫の寄生虫にしたいらしく、すっかり稼がないニート扱いとなってしまった。別に大怪我したわけでもないし、調子に乗って姑を煽った私にも悪いところはある。それにしても爪楊枝を投げたことや、怪我をさせたのに謝らないこと、私をニート扱いするのはやりすぎである。こうなったら事実を教えてやろうかと思ったとき、夫が帰宅した。コンロの火がつきっぱなしだったぞ。こんなところで何やってるんだ？あなた、いいところに帰ってきたわ。私が姑に事実を伝えてもいいが、夫から伝えるのが筋だろう。私は爪楊枝を投げられ怪我したことを夫に伝えた。これならさすがに夫も姑をきつく注意し、事実も伝えてくれるはずだ。そう思っていたのだが、夫の口から出てきた言葉は信じられないものだった。亜美が煽ったのも悪いな。怪我は大したことないんだろ。それならこれで大愛子だ。夫の言葉を聞き、私は首を押さえていた手の力が抜けてしまった。姑は勝ち誇ったように、ニヤニヤと嫌な笑みを私に向ける。どうやらこの家は私の居場所ではないようだ。我慢の限界を超えた私は洗面所を飛び出し、財布だけ持つと家からも飛び出した。勢いよく飛び出したのはいいのだが、行き先がないので私の足は止まり立ち尽くす。誰でもいいから話を聞いてほしい。そんなことを考えていると、頭に15年会っていない両親の顔が思い浮かんだ。あまりいい形ではないが、夫と姑が寄りかかり合う姿を見て、心のどこかで二人の親子関係を羨ましく見ていたのかもしれない。私はその日ホテルに泊まることにして、夫と姑が家にいないタイミングを見計らって帰宅すると、荷物をまとめて実家に帰った。お父さん、お母さん、ただいま。アーミー、帰ってきたのね。お父さん、アーミーよ。アーミー、帰ってきたのか。顔は見せないし連絡もないし心配してたんだぞ。結婚のことも写真だけ送りつけてきて。ごめんなさい、その結婚のことなんだけどね。玄関で話さなくてもいいでしょ。さあ上がりなさい。母は恥ずかしくてもじもじする私の肩を抱き、今へと連れて行ってくれた。両親は私が帰ってこなくなったことで、無理に農家を継がせようとしたことを後悔していたらしい。学生の時はわからなかったが、いい年になった今の私にはわかる。両親は真剣に私のことを考え、心配してくれていたようだ。無理強いをしたのは良くないとは思うが、もう少し私の方も両親の気持ちを考えるべきだったと反省した。お互いに謝り合って和解したところで、私はこの15年の仕事のことや、夫との結婚生活や姑のことなど、実家に帰ってきた経緯を説明する。すると父が部屋の奥へ行くと、
通帳を片手に戻ってきた。当然そんな奴と離婚するんだろ。それなら引っ越しやら当面の生活費やら、場合によっては弁護士費用もいるだろう。このお金を使うといい。私は父が持ってきた通帳をめくる。そこには500万円ほどのお金が入っていた。さらによく通帳を確認すると、きれいに毎月3万円ずつ入れられている。あんたが仕送りしてくれてたお金、1円も使わずに取ってあったの。私は両親の気持ちを嬉しく思いながら通帳を閉じると、父にその通帳を返した。両親も私が在宅ワークするようになったと聞き、姑と同様に収入が減ったと勘違いしたようだ。しかしそんなことはない。気持ちは嬉しいけど、このお金は二人が使って、私には必要ないから。でもお金は必要だろう。お金のことなら心配しないで、収入なら減るどころかむしろ増えてるんだから。私が詳しく事情を説明すると、両親は安心したように笑い出した。姑も近いうちに事実を知ることになるはずだ。その時は私に慌てて電話をかけてくるだろう。実家に帰った日の夜、私が仕事をしていると、姑から電話がかかってきた。ちょっとあんたどこにいるの？帰ってきなさい。どうしてですか？私に離婚しろだの出てけだの言ってましたよね。理由は教えてくれなかったんだけど、龍があんたを連れ戻せってすごく怒鳴られてね。それで仕方なくよ。許してあげるからさっさと帰ってきなさい。私は、姑は事実を知り、焦って電話をかけてくると思っていたのだが、その声は面倒くさそうで、私に謝るつもりは全くないようだ。どうやら夫はまだ姑にちゃんと事実を伝えていないらしい。どこまでも想像を裏切ってくれるものだ。夫が自分で事実を伝えないのであれば、私から事実を伝えるしかないだろう。まだ本当のことを知らないようですね。なら教えてあげます。そこのタワマンの家賃50万を払ってたのは私です。はあ？あんたはまともに仕事してないのに？月50万円も払えるわけないでしょ？それに家賃なら龍だって払えるでしょ？もしあんたが払ってたとしてもそれが何なのよ。恩着せがましいこと言うんじゃないよ。夫はもう家賃を払えませんよ。だって今は無職ですから。え？どういうこと？ますます意味がわからないんだけど。夫は会社を辞めて転職しましたよね。でもその転職した先のメーカー系の営業もすぐに辞めてしまったんですよ。夫は外資系企業に勤めてて知識と経験はあるでしょ？でもそれが無駄にプライドを高くしちゃったみたいなんです。自分の言ってることややってることが正しいはずなのに誰も言うことを聞かない。間違ったやり方をさせようとするってね。単純に外資系と日本企業の働き方の違いに苦労したんでしょうね。なんですって？そんなはずないでしょ。いつも出勤してたじゃない。あれは働いてるふりをしてただけです。夫は世間体を気にするでしょ。だからお母さんや周りに無職だってバレたくなかったみたいです。だから次の仕事が見つかるまで、またお母さんには黙っててくれって頼まれたんですよ。転職活動はしたのね。龍ならまたすぐに次の仕事が見つけられるでしょ。ええ、次の仕事もすぐに見つかりました。でもまた同じ理由ですぐに仕事を辞めたんです。それでまた転職活動を始めたんですけど、短期間に2回も会社を辞めたから印象が悪くなったみたいで、全然採用してもらえなくなったんです。それからここまでの半年ずっと夫は無職ですよ。はじめは私の言葉を信じずに強気な口調だった姑は、徐々に焦り始め、少しずつ早口になっていく。私の言葉と夫の生活で一致する部分が多いことで、私が嘘をついていないと信じてきたようだ。ただどうしても私の言葉を信じたくない姑は、必死に私の言葉が嘘であるという証拠を探し始めた。
でも、龍が自分で言ってたわよ。生活費は払ってるって。夫が私の財布からお金を盗んでたのを覚えてますか？最初は外でお昼を食べるためのお金をくれって言われたから渡してたんです。でも仕事をしてるふりして、朝から晩まで外にいるでしょ？だから暇つぶしができるように、もう少しお金が欲しいって言い出したんですよ。そしたらやったことないパチンコをやり出してハマっちゃったみたいで、こんなお金の使い方してちゃいけないっていうので、家賃は私が払うから、それ以外の生活費は夫が払うようにしてもらったんです。どうしてそんなこと？家のお金を使ってたら危機感が湧かないと思ったんです。だからちゃんと自分の貯金からお金を使ってもらって、自分のお金が減っていけば、ちゃんと仕事しないといけないって焦ると思ったんですよ。そしたらお母さんを味方につけてお金を持っていくようになったから困りましたよ。気がつかないうちに自分が夫のクズ行動を手助けしていたことを知り、姑はショックを受けたようで、どんどんと口数が減っていく。夫は仕事をしない上にパチンコでお金を溶かすようになってしまったが、それでも私は夫との約束を守り、姑には夫が無職であることを隠した。派閥争いに巻き込まれて精神が疲弊しているだけで、いつかは真面目に仕事をしてくれるようになると期待していたからだ。さすがに姑が爪楊枝を投げてきたとき、これで夫は自分で姑に現状を伝えると思った。また夫が現状を正直に口にすることで、気持ちが切り替わって真面目に仕事をするようになることを期待した。しかしそうはならなかったので。誰が家賃50万払ってると？この状況で本当のことを言わないなんて、これまでの我慢は無駄だったんだ。この時、我慢の限界を迎えた私は家を飛び出していたのだ。なんで、あんたなんかが月に50万も払えるのよ、ニートのくせに。私は散々ちゃんと仕事はしてるって言ってきましたし、ここまでの流れで私に収入があることも察してますよね。私は結婚するときに職場が遠くなるし、生活環境も大きく変わるってことで、いい機会だと思ってフリーコンサルタントになったんです。個人で独立したってことですね。独立して収入は2割ほど増えたので、家賃は全然払えますよ。独立って、あんた、結婚の挨拶の時に仕事の説明を聞いたけど、会社やお客さんの企業に入り浸らないとできないって言ってなかった？私の今の仕事は企業に対してシステムの導入や運用のサポートを主体にしてるんです。仕事は勤めていた IT コンサル会社からもらってます。サポートが主体なので、がっつりと企業に張り付かなくても業務はできるので、在宅ワークでも対応が可能になったんです。独立なんて、そんな重要な話どうして黙ってたのよ。言いましたよ。でもお母さんが難しい言葉を並べてごまかすなって言って聞かなかったんじゃないですか。必死になって私の言葉が嘘である証拠を探していた姑だったが、聞けば聞くほど私の言葉が本当であることを確信していくようで、もう声を出すのが精一杯という状態のようだ。お前、本当のことを母さんに伝えたのか？俺が無職だってことは言わない約束だろ？姑の気力はすっかりなくなっていたのだろう。その様子に気がついたのか、電話からはいきなり夫の声が聞こえてきた。ええ、全部伝えたわ。この状況であんたの世間体を守るために、まだ私に約束を守らせるつもり？約束は約束だろ。まあ言ってしまったものはしょうがない。お前に怪我させたこと、母さんにはちゃんと謝らせるからもう帰ってこい。相変わらず、夫の言葉には真剣さを感じられない。今回のことも私がへそを曲げただけのことで、とりあえず姑に謝らせておけば戻ってくるだろうと思っているようだ。そんな雑な扱いをされていることに私は腹が立つ。何よりも夫は自分に悪い部分がなく、
これは私と姑の間での問題と思っているところが、また腹が立つ。こんな人間と夫婦をやっていくのは無理な話である。戻るわけないでしょ。あんたとは離婚よ。は？なんでいきなり離婚なんて話になるんだよ。理由を理解してないだけで離婚するには十分な理由だわ。お前、俺と離婚してどうするんだ？その年じゃもう再婚なんてできないんじゃないのか？それでもいいのか？あんたと夫婦をやっていくなら一人の方がマシよ。私は怒りの勢いそのままに電話を切った。振り返ると両親が何も言わずに笑顔でこっちを見ている。その表情から私はよく言ったと褒めてもらったような気がして、私も両親に笑顔を返した。その後私と夫は離婚した。元夫は見栄を張って高級タワマンに住んでいたこともあり、貯金はあまりなかった。また私は知らなかったが、元夫は自分の貯金も使ってパチンコをしていたらしい。半年も毎日のように貯金でパチンコをしたことで、お金が底をつき始めたことで、私の財布からお金を取るようになったようだ。また結婚生活は1年も経っていないので、分けるような財産もない。そのため元夫の手元にはお金がない。お金も仕事もない元夫はタワマンから出て、義実家に転がり込んだらしい。元姑は元夫を何とか手助けしようとしたようだが、ずっと専業主婦をしてきて、今は義父の残したお金に頼って生活しているので、元夫を家に招き入れるだけが精一杯だった。このままでは生活ができないと焦った元夫は、ようやく本腰を入れて仕事探しを始めた。しかしすでに時は遅く、短期間に2つの会社を辞め、半年以上も職歴にブランクを作ったことで、外資系企業に勤めていた元夫が望むような条件の会社には相手にされなくなったらしい。そのため今は月給20万円ちょっとで営業の仕事をしているそうだ。月給20万円でも立派なお金だ。だが元夫は世間体を気にするので、タワマンから実家に戻ったり、一気に収入を落として外資系企業から転職したり、結婚してすぐに離婚したことなどから周りの視線が気になっているらしく、精神をすり減らしながら生活しているらしい。今まで息子のことを誇りに思っていた元姑も、そんな人生を転落した元夫の姿を見て気分がめいっているそうだ。ネガティブな感情に支配された二人はよく喧嘩をするらしく、たまに家から離婚したのはお前のせいだ、無職になったのはあんたの自業自得だ、などと怒鳴り声が聞こえてくるらしい。私は実家を出て再び一人暮らしを始めた。元姑には怪我をさせられたが、本当に小さな怪我だったので忘れることにしてあげた。こんな小さな怪我で暴力沙汰にしても私の方が恥ずかしいだけだし、警察も身内の些細な喧嘩として動かないだろう。また怪我をきっかけに私は両親と和解することができたので、それでよしと思っている。仕事の方も順調で、私の収入はまた少し増えた。元夫ほど見栄を張る必要はないと思うが、これからはもう少し女性としての意識を持ち、身なりを整えようと思う。今回の朗読を担当させていただいたナレーターの曽我ゆりです。今回の元夫は結構高給取りなタイプの元夫でしたけどね。途中まではすごくいい旦那さんだったんですけどね。惜しいなって感じですね。まあでも転職しても20万だったら普通というか、まあ別にいいんじゃねって思うんですけど、まあどこで満足するかは人それぞれですもんね。皆さんはこのお話についてどう思いましたか？よろしければコメント欄で教えてくださいね。またチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。今日はコロッケとロールキャベツ。おお、今日は俺の好物のセットじゃないか。ありがとう。
今日も仕事頑張ってね。私は毎朝5時に起きて、夫のお弁当を作っている。私も仕事をしているので正直辛い。ただ夫はいつも笑顔で私のお弁当を受け取ってくれ、いつも美味しいと言ってくれるので、その辛さは吹き飛ぶ。しかしある日のこと。はい、今日はニラ玉が入ってるわ。ああ、ありがとう。これも好きなんだよな。私はいつものように夫に朝5時から作ったお弁当を渡し、夫はそのお弁当を笑顔で受け取る。夫が家を出ると2階に上がり、窓から夫が駅に向かって歩いていく姿をぼんやり眺めていた。すると、次の瞬間には笑っていられない状況となる。え、ちょっと。夫は近所の犬に私が作ったお弁当をやり始めた。どうしてこんなことをするのか。その理由を突き止めていくと、とんでもない事実が発覚した。私は明美、28歳でイベント会社に勤めている。大学を卒業してから仕事一本で頑張ってきた。というより、今まで恋人ができたことがないので、仕事以外に頑張ることがなかった。ただ仕事を頑張ってきたので、同年代よりは気持ちほど給料は高めだと思う。しかし本音を言えば、給料は波でいいので、恋人が欲しいと思っている。私の年齢は、もう28歳だ。何かと考えてしまう年齢である。そんな私の悩みをいつも笑う人物がいる。また恋人欲しいとか思ってるの？女の幸せは結婚だけじゃないじゃん。私と一緒に独身生活を謳歌していこうよ。結婚することだけが幸せとは思ってないし、優子の結婚に対する価値観を否定するつもりもないけど、私は結婚に憧れてるの。小さい頃からお嫁さんになることが夢だったの。いつもの発作が出てるわよ。明美は理想が高すぎるんじゃないの？私だって理想はあれこれあるけど、別にその条件を全部満たす人がいるとは思ってないし、結婚できないとすぐそうやって理想が高いで片付けられるんだから、そんなのは悪しき風習よ。私は自分が結婚できないことに対しての愚痴を、こうやってたまに幼馴染の優香にぶつけている。幼馴染はすぐ斜め向かいの家に住んでいて、幼稚園の時からの付き合いだ。私は実家に住んでいるのだが、今両親は祖父母の家で暮らしているので、家には私一人で生活している。そのため幼馴染は、よく家にやってくる。今日も家に来て、いつものように私の理不尽な愚痴をぶつけると、いつものように笑って聞き流してくれている。しかし今回はいつもと違って、聞き流すだけではなかった。そんなに結婚したいなら、来週の集まりに旦那探しに行く？旦那探しって言っても地元の集まりじゃん？見知った顔ばっかだし、結婚してる人も多いし、旦那探しにはならないわよ。優香がただみんなと飲みたいから、私も連れて行こうとしているだけでしょ。その通り。ねえ、行こうよ。私行きたいの。幼馴染はソファーに座っている私に横から抱きつき、体を気持ち悪くうねうねさせている。幼馴染が私に何かお願いして、私が渋った時にはいつもこれをやってくる。放っておくといつまでも抱きついたままとなるので、お願いを聞くしかない。わかったわよ。行くから離れて。やった！もし明美に結婚相手が見つからなかったら、私が結婚してあげるわ。はいはい。私は幼馴染の頭を押さえて体から引き離す。雑な扱いをされているのに、幼馴染は楽しそうに笑っている。その表情を見て、私も笑ってしまう。私は幼馴染のダダに折れて、地元の集まりに参加することとなった。名目は旦那探しだが、見知った顔ばかりが集まるので、出会いには期待できない。
そのため当日は気合を入れずに会場となる居酒屋に向かった。みんな遅れてごめん。居酒屋に入ると幼馴染はすでに集まっている友人たちの輪の中に飛び込んでいった。私はその後ろをついていき、幼馴染の横に座る。それほどおしゃべりが得意ではないので、常にしゃべっている幼馴染の近くにいると楽なためだ。私が何も考えず当たり前のように幼馴染の右隣に座ると、私の右隣に座っていた男性から声をかけられた。ああ、明美じゃないか。え、たかしくん？私はいつも通り地元周辺に残っているメンバーだけが参加しているのかと思っていたので、一面に見慣れない顔が混じっていたことに気がつかなかった。思ってもいなかった人物がいたので、私はその男性の顔を見たまま何度も瞬きをしてその存在を確認する。私の隣にいたのは間違いなく初恋相手だった同級生のたかしだ。小学5年生から中学を卒業するまで好きになった相手で、あまり積極的な性格ではなかった。私は告白することができず、高校が別々になったことでその初恋は幕を閉じた。よくある初恋エピソードである。そんな初恋の相手と大人になってからばったり、ドラマではよくある展開で、こんなことありっこないといつもバカにして思っていたが、私は実際にその体験をしてしまった。私は今まで笑って見てきたドラマのシナリオライターさんたちに心の中で謝る。珍しいわね、いつもいないのに。割と近くには住んでたからいつも来ようとは思ってたんだ。でも彼女はちょっと束縛きつめな子でさ、やはりドラマのようにはいかないようだ。会話が始まって3秒で相手には恋人がいることが分かった。私は心の中で誤ったシナリオライターたちに逆に謝ってもらいたいと思う。まったく余計な期待をしてしまったものだ。そう思っていたのだが、すぐに私には希望の光が差した。そうなんだ、今日は大丈夫なの？実は恋人と同棲してるんだけど別れることになったからこっちに戻ってこようと思って。ああ、それで。私は再び心の中で感謝する。見事なまでに手のひらくるくるだ。これなら恋人のことを気にする必要なく話すことができると思ったのだが、こういういい時に邪魔されるのはお約束である。何、たかし、あの子と別れるの？マジで？あんなに仲良かったのに。前に会ったのは1年くらい前か？そろそろ結婚する頃かもとか思ってたのに。まあ、いろいろあってね。急に会話に割り込まれ、私はムッとするも、男性同士の会話に割り込む方法を知らず、ただただ話が途切れることを待つ。私は初恋相手との再会に感情が振り回されている。そんな面白い状況を幼馴染は見逃さなかった。そっか、たかし帰ってくるんだ。独り身なら暇でしょ。明美と遊んでやってよ。仕事ばっかしてきたからお金持ってるよ。そんな言い方ある？出れるなって、初恋の人に相手してもらえな。久しぶりに地元に帰ってくるから相手してもらえると助かるよ。今日は地元のつながりを作り直しに来たんだ。それならみんな結婚してなかなか時間ないと思うから、その役なら私がやるわ。幼馴染がテーブルの下の誰も見えないところで私の太ももを指でツンツンとついてくる。ナイスアシストに感謝しろという合図だろう。後日初恋相手から連絡があり、今まで28年も彼氏なしだったことが信じられないほど、トントン拍子に恋愛は進み、1ヶ月後には付き合うこととなる。このまま順調にいけば、30歳までに初恋相手と結婚という逆転ができると私は思っていた。彼氏も結婚は考えてくれているようなのだが、どうしても踏み切れない理由があるようだった。俺、工場を転々としてる派遣社員だから、明美より給料が全然少ないからさ、結婚しても苦労をかける一方になると思う。でも、生活はできてるんでしょ？
俺一人ならな。別に生活できないほど収入がなかったり、借金にまみれてないならいいんじゃない？たかしは真面目に働いてんだから、そんなの気にしなくていいわよ。彼氏は私よりも収入が少ないことを気にしていた。しかし私は夫婦の収入を合わせて生活できていれば問題ないと思っている。そのことを伝えてしばらくすると、彼氏はプロポーズをしてくれた。付き合ってから半年のスピード婚だ。結婚するなら、もっと相手のことを見た方がいいと言われるかもしれない。私もそう思うが、自分の方が収入が低いからと、正直に悩みを打ち明けてくれたことが決め手となった。男性にとってこれはなかなか言いにくいことだったと思う。それを言ってくれたことに、私は彼氏の結婚に対する真面目さを感じたのだ。初恋の男性と再会してから1年後、私は結婚した。ああ、ついに明美が結婚しちゃった。もう私だけのものじゃなくなったわけだ。いつから優香のものになったのよ。私は結婚したが、家ではいつもと変わらず幼馴染の姿がある。私が洗濯物を畳んでいる目の前で、幼馴染はソファーにドカーンと寝そべっている。私は実家に一人で住んでいたので、結婚後は夫が家にやってくることになった。そのため、今の実家は新婚ほやほやの愛の巣である。しかし夫は基本的に土日が休みで、私と幼馴染は平日が休みのため、私と休みがかぶって夫が家にいない時に、幼馴染は斜め向かいの家から今まで通り、徒歩30秒で我が家にやってくる。そのため私が結婚しても、私と幼馴染の生活はそれほど大きな変化はなく、ただそこに夫が追加されたようなイメージである。そんな何も変わらない日常は、すでに崩壊に向かって進み始めていることに、私は気がついていなかった。結婚から半年後、当たり前のように、家には幼馴染の姿があった。たかしって犬が苦手だよね。え、そうだけど、どうして？たかしはうちの角を曲がって駅に向かうでしょ？いつもそこで朝の犬の散歩ですれ違うのよ。その時にさ、家の壁にぴったり張り付いて固まるのよ。しかも角を曲がる前に気がついたら私が道から出てくるまで待ってるの。あの道結構長いのによ。犬が苦手なんだから笑ってあげないでよ。犬ってゴンちゃんでしょ？ゴンちゃんはラブラドールだから大きいし、あの道は細いんだから仕方ないんじゃない？回り道したら駅がすごく遠くなるし。幼馴染は私のことをおもちゃのように扱うことがあるのだが、私と結婚したことで夫も幼馴染にとっていいおもちゃのようだ。ゴンちゃんは吠えたり飛びついたりしないのにね。でもちょっと気を使って時間をずらすぐらいはしてくれてもいいんじゃない？だから最近は散歩の時間になったら、まずゴンを庭に放してあげて、たかしが家の前を通り過ぎる時間を待ってから散歩に行くようにしてるのよ。犬が苦手な人のことを笑ってはいけないと思う。しかしその話が最も身近な人のものだったので、私はつい幼馴染と一緒に笑ってしまった。翌日、今日はコロッケとロールキャベツ。おお、今日は俺の好物のセットじゃないか。ありがとう。今日も仕事頑張ってね。私は犬のことで笑ってしまった罪悪感から、今日のお弁当は夫の好物にした。お弁当作りは私の毎日の仕事だ。工場で働く夫の朝は早く、6時には家を出る。そのため私は、前日の夜に少し準備を済ませておき、毎朝5時に起きて、夫と自分のお弁当を作っている。私も仕事をしているので、毎朝5時起きは正直きつい。しかしこれは結婚した時に私が言い出したことなのである。やっぱり家のことは俺がメインでやるよ。どうして？二人で協力すればいいじゃない？俺の方が圧倒的に給料低いから、それくらいやらせてくれよ。そんなの気にしなくていいって言ってるのに、俺は気にしてるんだよ。私はそんなこと、と思うのだが、
夫の表情は真剣だった。人それぞれ考え方は違う。私には小さなことでも夫にとっては重要なことなのだろう。わかった。私が休みの日は私が家事をするからね。それから私が全然ご飯を作らないのは嫌だわ。だから毎朝のお弁当は作らせて。俺の朝は早いから弁当作りは大変だぞ。わかってるけど、家事のほとんどを任せっきりってのも嫌なの。そんなの気にしなくてもいいのに。私は気にするの。結婚して夫に毎日晩ご飯を作るのは私の夢の一つでもあった。それを夫がするというので、私はお弁当を作らせてもらうことにしたのだ。私のお弁当を夫は笑顔で受け取り、きれいに残さずに食べ、毎日美味しかったと言ってくれる。恋愛経験すらほとんどない私が、結婚生活をちゃんとやっていけるのか不安だったが、結婚して半年ほどのここまでの生活は順調だ。これからもこの順調な夫婦生活が続くと思っていたのだが、私は突然ある不安を抱えることになる。ある日私が仕事から帰宅すると、あれ、鍵が開いてる。夫が鍵を閉め忘れたようだ。私は鍵を閉め忘れると危険だということを教えるために、そっと家に入り、夫を驚かせることにした。これがもし強盗だったら命が危ない。そのことを身で知ってもらうために、これは重要なことである。決してただのいたずらではない。私は顔をにやつかせながら、夫のいるリビングへと向かう。リビングに近づくと、夫が誰かと電話している声が聞こえてきた。悪いな、さき。時間が合わなくて。金はまだ大丈夫か？え、振り込みはできないだろ。記録が残っちまう。夫の言葉を聞き、私は言いようのない不安に襲われた。数秒ほど悩んだ結果、私は夫に気づかれないようにバック往来して家を出る。そして帰宅のテイク2をした。ただいま。私はいつもよりちょっと勢い強めに玄関を開けて、夫にわざと聞こえるようにする。ああ、おかえり。リビングの方から夫の声が聞こえた。もし夫が私に隠れて何かいけないことをしているのであれば、調べなければいけない。そのためにはさっきの電話は聞いていないことにした方が都合がいいだろう。お腹減った。今日の晩ご飯は何？私は夫に少し引きつらせた笑顔を向けた。晩ご飯の後、私は夫が食器を洗っている間に、寝室に置いてある家の通帳を確認することにした。結婚してから家のことは夫に任せてあるので、お金の管理も夫がやっている。そのためこの半年、私は通帳を確認していない。不安な気持ちを押さえつけながら、私は通帳のある棚を開ける。しかしそこに通帳はなかった。夫はしまう場所を変えてしまったようだ。近くを探すが見つからない。おい、風呂入らないのか？今入るところ。リビングの方から夫に呼びかけられた。ごそごそしているところを見つかると、余計に通帳を隠されそうなので、私は調査を切り上げてお風呂に入ることにした。こないだゴンが倒れて痙攣してさ。え、大丈夫だったの？もう大丈夫なんだけど、ちょっと危なかったみたい。それで病院でさ、いろいろな症状があるけど、家で人の食べるものを与えていないかって言われたんだよね。そんなことをするわけないじゃんね。幼馴染はまた家に来ていた。犬の体調が悪いようで少し苛立っているようだ。そんな時に申し訳ないが、私は幼馴染に夫の電話を聞いてしまった件について相談させてもらった。電話で誰かにお金を渡すような話をしてて、通帳も見当たらないの。どう思う？どう思うって、まずは通帳を確認すればいいじゃない？だから通帳が見当たらないのよ。ネットで見られるでしょ？
ああ、そっか。私は不安で冷静な判断ができなくなっていたようだ。別に通帳がなくてもネットで残高や履歴などは確認できる。私は慌ててリビングに置いてあるパソコンを開く。どう？お金は大丈夫そう？幼馴染はパソコン画面を見ないようにソファーから動かずに私の背中に話しかける。毎月10万は引き出されてるみたい。それをサキって人に渡してる可能性があるってことね。私はパソコンデスクの椅子に座ったまま体をひねってソファーに座っている幼馴染の顔を見る。幼馴染も夫が不倫をしていて、その相手にお金を貢いでいるという考えのようだ。付き合いが長いので表情だけでそのことがわかる。しかし私も幼馴染もそのことは口にしない。これはあくまでも憶測であり、証拠は何もない。事実としてあるのは、生活費とは関係なく、毎月10万円を夫が引き出しているということだけだ。探偵や刑事でもない私と幼馴染にできることはここまでである。これだけじゃ何もわからないわね。でも、たかしがいけないことをしている可能性がある以上は直接聞くことはできないし。そうよね。知らないふりして言い逃れして尻尾を隠されるだろうからね。誰なんだろう、サキって。あれ、サキ？誰かわかるの？いや、どっかで聞いた名前だなって思ったけど、どこにでもある名前だから当たり前よね。手詰まりとなったことで、私と幼馴染の会議は終了した。最後まで私は不倫とは口にしなかった。心のどこかで夫のことを信じているからだろう。いや、信じたいと思っているからだと思う。はい、今日はニラ玉が入ってるわ。ああ、ありがとう。これも好きなんだよな。私はいつものように夫に朝5時から作ったお弁当を渡し、夫はそのお弁当を笑顔で受け取る。しかし私の笑顔が取り繕ったものであることはいつものと違う。またいつもは夫を見送った後、自分も仕事に行く準備を始めるのだが、今日は仕事が休みなので慌てて出かける準備をしなくてもいい。そのため私は夫が家を出ると2階に上がり、窓から夫が駅に向かって歩いていく姿をぼんやり眺めていた。窓の外を見ると、ちょうど幼馴染の家の前を通るところだ。庭には散歩のために、夫の通り過ぎ待ちをさせられている犬が、くるくると同じ場所を歩いている。不思議な動きをしているなぁと思って見ていると、犬が夫に気がついて駆け寄った。犬嫌いを克服して、犬と仲良くなったのかと思って、私はその様子を見守る。すると駆け寄ってきた犬にビビって夫はへっぴり腰になった。情けない夫の姿にまるでコメディ系の無声映画を見ているかのように感じて、私は思わず笑ってしまう。しかし次の瞬間には笑っていられない状況となる。夫は私から受け取ったばかりのお弁当の蓋を開けると、庭の柵の隙間から弁当箱を振るようにして中身を投げ入れた。二振りくらいで中身がなくなったのか、夫は何事もなかったかのように駅に向かい始める。手慣れているようで、時間にしてわずか3秒くらいの出来事だった。ちょっと。私は夫の行動を見て絶句してしまった。しかし、すぐに固まっている場合ではないことに気がつき、慌てて幼馴染に電話をかける。朝早くにどうしたの？ゴンちゃんを止めて、庭の端のとこ。今日のお弁当にはニラ玉が入っている。ニラは犬が食べると中毒症状を引き起こす危険性がある食材だ。私の尋常ではない慌てように、幼馴染はスマホを耳に当てたまま庭に飛び出してきた。犬が何か食べているのを見つけると、犬の口を開かせ、舌を指で書くようにして、口の中のものを出させている。窓から幼馴染が
犬のもとに駆けつけたことを確認して、私は幼馴染のところへと向かう。犬はその後病院に連れて行かれ無事だった。病院から戻った幼馴染は私の家に来ているが、いつもの明るさはない。本当の話なの？たかしがゴンに弁当やってたって。はっきり見えたから間違いないわ。ごめんなさい。明美が謝ることじゃないでしょ。それにしても、ゴンに人のご飯をあげてたのがたかしのやつだったのか。もしかしてこれもサキってやつに関係してるのか？ご飯、サキ、あ、何かわかったの？私は、ある人物が、サキという名前を口にしていたことを思い出した。まだ憶測の息を出ないが、もし私たちの考えが当たっているなら、絶対に夫も、サキという人物も、許すことはできない。私と幼馴染は、この二人を追い詰めることにした。夫が私の作ったお弁当を、犬にあげていることが発覚した翌日。はい、お弁当。中身は開けてからのお楽しみよ。何か自信作か？ありがとう。楽しみにしてるよ。私はいつものように笑顔で早朝から作ったお弁当を夫に渡す。夫も笑顔で私からお弁当を受け取る。しかし、夫が家を出ると私がすかさず幼馴染に連絡するのはいつもと違う。私はひとまず2階の窓から夫の行動を観察する。手慣れた手つきでお弁当の蓋を開け、駆け寄ってきた犬にへっぴり腰になりながら、お弁当の中身も見ずに庭に投げ入れる。違和感があったようで、夫は犬を怖がりながら自分が何を投げたのか確認しているようだ。その姿にまた私は遠くから笑ってしまった。私が夫のお弁当に入れたのは、ウェットタイプのドッグフードなので、犬が食べても問題はない。夫は自分のお弁当からドッグフードが出てきて、さぞ驚いたことだろう。また、ドッグフードを不思議そうに見つめる夫に、道の角に身を潜めていた幼馴染が、ゆっくりと近づく。上から見ると丸わかりなのだが、幼馴染に気がつかずに、ドッグフードを見つめ続ける夫の姿は何とも滑稽である。幼馴染が夫に話しかけると、夫はわかりやすく飛び上がって驚いた。まだまだ夫の面白い姿を見ていたいところだが、幼馴染が夫に話しかけたので、私も小走りで二人の元へと向かう。あんたがゴンに人間の食べ物をやってたのね。犬にとって危ない食べ物があるってことを知らないとは言わせないわよ。ああ、そうなのか。いや、知らなかったよ。ゴンと仲良くなって苦手な犬を克服しようと思ってな。私が現場に到着すると、夫が苦しい言い訳をしているところだった。ああ、アケミ、来てくれたか。優香に言ってくれよ。勝手に餌をやってたのは悪いと思うけど、めちゃめちゃに怒ってくるんだよ。そりゃ、犬にとって毒だって分かってあげてたんだから怒るのも当然でしょ？お前まで何言い出すんだよ。あんたが不倫相手から犬にとってどんな食べ物が毒になるのか確認してたでしょ？私たち知ってるんだからね。あんたが不倫してることも、その相手に毎月お金を渡してることも。はあ、なんだそれ。話が飛躍しすぎだろ。私、前に聞いたのよ。サキって人にお金に関する電話してたの。通帳を調べたら毎月10万円ずつ引き出されてたわ。あんたがそのサキに渡してたんでしょ？ああ、電話ね。あと通帳。サキってのは友達で、お金は確かに渡したけど、それは5000円を貸しただけだ。それに10万？それはあれだ。最近は物価が高騰してるからな。お前が想像してるよりも生活費がかかってるんだよ。夫は時々言葉に詰まりながらも、それっぽい言い訳をする。犬にお弁当をあげていたことから、一気に話を不倫に飛躍させたので、夫は私たちが決定的な証拠をつかんでいないと踏んだのだろう。しかしそれは甘い考えである。じゃあ、
これを見ても同じことが言えるかしら？私はスマホを取り出して、ある動画を夫に見せる。私は、たかしさんと不倫しています。いえ、不倫ではなく、たかしさんが結婚する前からの関係です。夫は動画を見て絶句し、目の前にいるのに、無声映画の役者みたいになっている。動画はまだまだ続きがあり、サキという人物からは次々と衝撃的な証言が飛び出し続ける。どう？これを見ても白を切るつもり？どうしてサキが？不倫相手の裏切りに、夫はその場にどさっと腰を下ろしてしまった。勢いよく仕事用のカバンが地面に叩きつけられた音に驚いた犬が吠え始めたので、幼馴染は柵越しに犬をなだめる。幼馴染は忙しいようなので、このまま私が夫に説明を続ける。それね、昨日優香と一緒に撮ってきたのよ。どうしてさっきのことがわかったんだ？私たちが初めて会った集まりの時、友達があんたの元恋人と会ったことがあるって言ってたわよね。その名前がサキって言ってたのを思い出したの。それで友達に電話してサキさんのことを聞いたのよ。1年か2年前に一緒に遊んで2人が同棲している家にも行ったらしいわね。だから住所がわかったのよ。昨日私たちは夫がお弁当を犬にあげるところを取り押さえるのは簡単だと思った。しかし、もし私のお弁当を捨てる理由が、本当は私以外に好きな人がいるから食べたくない、などの不倫に関するものであれば、お弁当の件で夫を捕まえてしまった場合、不倫に気がつかれているかもしれないと思われ、尻尾を隠される可能性がある。そうなると不倫の件に関しては逃げ切られ、お金も取られ続ける可能性もある。憶測であり考えすぎかもしれないが、とりあえずお弁当と不倫は同時に追求することがベストであることに間違いはない。そのため私たちはすぐに行動を起こし、集まりにいた友達に連絡して、事情を話して、不倫相手と夫が同棲していたアパートの住所を教えてもらったのだ。また集まりの時に夫が言っていた通り、その住所はそれほど遠くなかったので、私と幼馴染はとりあえず不倫相手のところへ行ってみることにした。ここが聞いた住所のアパートみたい。そこそこに年季が入ったところね。ねえ、赤ちゃんの泣き声が聞こえない？本当だ。このアパートから？他の住民から苦情はないのかしら？私たちはささやかな疑問を感じつつ、これからどうするか相談した。どうする？証拠は何もないけど突撃する？もちろん。そうしないと、また明日もたかしがゴンにお弁当あげちゃうでしょ？それはゴンを庭に出さなければいいだけだけど、でも先延ばしにしていいことは何もなさそうね。よし、ハッタリなら任せて。こういう時は口下手な私は引き下がり、口が達者な幼馴染に任せた方がいいだろう。もし不倫の証拠がないことがバレた時は、ひとまず不倫の追及は諦めて、お弁当の件だけ先に処理すればいい。私たちが不倫相手の部屋の前に立つと、中から赤ちゃんの泣き声が聞こえてきた。どうやら赤ちゃんは不倫相手の部屋にいるらしい。気合は入れてきたものの、少し不安になった私は、指に力を入れてインターホンを鳴らす。はい、どちらさんですか？大切なお話があるのでドアを開けてもらえますか？少し威圧的な幼馴染の口調に、不倫相手は困惑気味で対応に迷っているようだ。いきなり知らない人が来てドアを開けろと言われたのだから無理もないと思う。そんな不倫相手に対して幼馴染は言葉を続ける。サキさんですよね。たかしの妻の明美と一緒に来ましたって言ったら開けてくれるかしら？幼馴染の言葉から数秒ほど場に沈黙が流れた後、ガチャッと鍵の開く音が聞こえ、キーッと音を立ててドアが開くと、私たちよりも少し若そうな女性が出てきた。明美さんですか？私は知り合いでこっちが明美よ。明美がここに来たってことは説明不要よね。
不倫相手は地面を見るように視線を下げ、また沈黙してしまった。それでもお構いなしに、幼馴染は強気な口調で不倫相手を責める。あんたに話をつけに来たの。たかしからお金を受け取ってることもバレてるの。観念して話してしまいなさい。幼馴染の言葉は、まるで私たちが証拠をつかんでいるから、諦めて白状しろと言っているように聞こえる。私にはできない芸当なので、本当に頼りになる。幼馴染の迫力に、不倫相手は不倫を認めるか、認めないか、迷っている様子だ。しかし、あと一押しっぽいが、私たちは証拠を持ってないので、幼馴染は勝負を決めきれないようである。そのため最後の一押しは私がすることにした。もし私たちに協力してくれたら、私はあなたには不倫の慰謝料を請求しないと約束します。私の言葉にずっと下を向いていた不倫相手は、やっと顔を上げた。夫からお金をもらったり、年季の入ったアパートに赤ちゃんと暮らしているので、不倫相手はお金に困っていると思い、私は慰謝料を請求しないことを条件に取引することにした。私がこの取引を持ちかけたのは、私たちが怒っている相手は夫だからというのもあるが、この不倫相手を見ていると、どうも様子がおかしいと思ったからだ。わかりました。全部お話しさせてもらいます。不倫相手にとって悪くない条件と思ってもらえたこともあるが、どうやら不倫相手は私に対して罪悪感を持っていたこともあるようだ。サキさんはタカシと不倫関係ということでいいんですよね。私はタカシさんと不倫しています。いえ、不倫ではなくタカシさんが結婚する前からの関係です。どういうこと？泣き声が聞こえてると思いますけど、私には子供がいます。あれはタカシとの子供です。妊娠したのは良かったんですが、私もタカシも収入がなくて、頼れる人もいなかったので、経済的に育てられないってなったんです。まさか、それでタカシは誰かと結婚して金づるにしようって考えたわけ？はい、私は反対したんですけど、他に方法がないからって、勝手に行動を始めたんです。それでタカシはマッチングアプリを使ったり、知り合いの女性に手当たり次第に連絡したりしたんですが、その金づる探しの場の一つとして、地元の集まりに顔を出してきたのか。半年でプロポーズしてきたのも、赤ちゃんが生まれるからなるべく早くお金が必要だったのね。私はあの時の集まりでのことを思い出し、頭がずんと重くなったように感じた。集まりで私は夫に初恋相手だったこと、同年代よりはちょっとだけ収入が高めであること、出会いを求めていることを知られた。ごめん、私のせいか。これらの情報を与えたのは、幼馴染だったことに本人も気がついたようだ。幼馴染は苦笑いをしている。もちろんお弁当事件と同様に、悪いのは夫なので、私は幼馴染を責めるつもりはない。本当にごめんなさい。この半年でタカシが持ってきた60万円は必ず返しますから。不倫相手は首が落ちるのではないかと思うくらいの勢いで頭を下げて謝ってきた。不倫相手も夫と共犯だ。しかし赤ちゃんの泣き声を聞いているとどうしても責める気にはなれなかった。大丈夫ですよ。責任はタカシの方にきっちり取ってもらいますから。私が声をかけても不倫相手は頭をなかなか上げなかった。きっといろいろと葛藤しながら夫からお金を受け取っていたのだと思う。この昨日の不倫相手との会話はもちろん動画で撮影。今夫に見せているものがまさにそれである。不倫相手から包み隠さずに述べられる事実が音声として流れ続ける。その不倫相手の言葉にどんどん夫が小さくなっていくように見えた。ただ不倫相手の動画は最後こそが爆弾である。あ、そうだ、サキさん。もう一つ聞きたいことがあるんですけど、タカシが優香の家の犬にちょっと前からお弁当をあげ始めたんだけど何か知らない？怒らないで聞いてくださいね。タカシは明美さんのご飯があまり美味しくないって言ってました。
それでなるべく自分で作るために家事を引き受けてるって。でもお弁当は毎日渡されるから、いつも職場でこっそり捨ててたらしいです。ただ食べ物を捨てるのはもったいないって思ってたみたいで、それで最近近所の犬が散歩前に庭に出されるようになったからあげるようにしたって。あの犬苦手だからまずい弁当を食わせれば食べ物は無駄にしなくてもいいし、犬もくたばってくれるから一石二鳥だなって言ってました。不倫相手の言葉に私は体のどこかでピキピキと音がした。幼馴染も同じようだ。しかし不倫相手には怒らないで聞いてほしいと言われたので、私は笑顔で我慢した。ただ今日は我慢する必要はない。動画で再び腹の立ちすぎる言葉を聞き、私たちはまたピキピキと体のどこかで音を鳴らした。私のお弁当、美味しくないから捨ててたのね。苦手だからなんていう理由でゴンを危険な目に遭わせたのね。お前なんか二度と家に帰ってくるな。ゴン、こいつをやっつけていいわよ。幼馴染の合図で犬は夫に向かって吠え始めた。ただ犬は庭にいるので柵越しだ。それでも犬が苦手な夫にとっては敵意むき出しで、今にも庭から飛び出してきそうな勢いの犬に慌ててその場から逃げ出した。私は帰ってくるなと言ったので、もう家にも帰ってこないだろう。犬に吠えられて逃げる夫の姿を見て、私たちは二人で笑った。その後当然ながら私と夫は離婚した。最初は不倫の証拠が何もない状態だったが、不倫相手が証拠となる写真やメッセージなどを渡してくれた。最初は結婚詐欺になるのかと思ったのだが、結婚してしまうとお金目的であっても結婚詐欺にするのはなかなか難しいらしい。そのため元夫の行動は不倫して不倫相手に貢いでいたという結果になった。約束通り不倫の慰謝料を請求するのは元夫だけだ。不倫相手は私と元夫の結婚生活の半年間で受け取った60万円を返すと言ってくれたが、元夫には200万円の請求をしたので、その額に60万円も含んでいることにして、返済はいらないと言っておいた。これからは元夫と一緒に頑張って赤ちゃんを育ててもらいたい。そう思ったのだが、元夫の作戦にもともと乗り気でなかった不倫相手は、私たちとの一件をきっかけに元夫と別れる決意をしたそうだ。そのため元夫は私への慰謝料だけでなく赤ちゃんの養育費も支払うことになった。派遣で収入が少ない元夫にとってはこれだけでも十分に痛手なのだが、これだけでは終わらない。元夫は犬にとって毒であると知りながら幼馴染の犬にお弁当を食べさせ、命を危険な状態にした。そのため幼馴染は警察に被害届を提出。元夫は器物破損の罪となり、犯罪者のレッテルもついてきた。犬なのに器物破損なのか？疑問に思ったが法律ではそうなっているらしい。元夫は収入が少ないのに多くの支払いをしなければいけなくなり、私にも不倫相手にも捨てられて一人になり、犯罪者にまでなってしまった。これだけの地獄を見てもらったので、私も幼馴染も満足している。私の方は結婚を焦ったことを反省。次の出会いは自分から探すのではなく、運命に任せるとして、私はまた仕事一本の生活に戻ることにした。今回の朗読を担当させていただいたナレーターの曽我百合です。今回のお話は、まあ、ワンちゃんが出てくるんですけど、まあ、ね、夫も最低だったんですけど、自分もね、私も犬を飼ってたことがあるので、とりあえず、犬に危害が及ばなくてよかったなって思いながらやってました。皆さんはこのお話についてどう思いましたか？よろしければコメント欄で教えてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。おい。この前ママからの電話を無視しただろ。え？別に無視してないけど。嘘つくな。俺に電話に出ないって
文句言ってきたんだぞ。また始まったと思った。夫はこう言っていたが、姑から電話が来たことはない。結婚してから一度もだ。私は姑が嫌いだった。夫のことばかりを可愛がり、私はのけ者にされる。だったら証拠を見せようか。いいから今度、直接謝っておけよな。直接？あなたの実家はかなり遠いでしょ？ああ、それなら心配いらない。夫はニヤニヤしながら笑っている。何がそんなにおかしいの？実は、明日からママがここに来るんだよ。これからはずっと一緒さ。それを聞いた私は、洗っていたコップを落としてしまう。無残にもコップはガシャンと音を立てて割れてしまった。しかも私が気に入っていたコップだ。そんな急に言われても無理に決まってるでしょ？そもそも部屋だって空いてないし。それならお前の部屋があるだろう。書斎とか言って、ろくに使ってもいないしな。なんでそうなるのよ。とにかく、ママが来るまでに綺麗に片付けておけよな。なんなら捨ててやってもいいけどな。夫の言っていることに頭が混乱する。理由は何なの？は？理由？そんなものあるわけないだろ。ただ俺は、ママと一緒にいたいだけだ。呆れて何も言えなくなる。何がママだよ。マザコンが。夫がこうなったのは、義父が亡くなってからだった。もともとマザコン気質だった。今までは、義父が壁の役割をしてくれていたから、なんとかなっていたに過ぎない。私にも隠すことはなくなり、何かあれば、ママ、ママと言ってくる。妻である私は、いないも同然だった。せめて相談するのが普通じゃないの。ああ？なんでお前に相談なんかしないといけないんだよ。それにここは俺たちの家だろ。ここは私が受け継いだ家よ。もううるさいな。いいから俺の指示に従っておけよ。これ以上、夫と会話をしていても無駄だと思った。私がいくら言い返そうとしても、夫の頭の中はママのことでいっぱいなのだ。ここまでだともう遠慮はいらないなぁと思った。そんなに言うならそうするよ。空っぽにしていいんだよね。だから、そうだって言ってるだろ。何度も言わせるなよ。理解力がないのか？ただの確認よ。その7秒後に私はある場所に電話をした。それは解体業者である。これから片付けるから、あなたはお母さんの迎えにでも行ったら。でも、来るのは明日だぞ。明日一緒に来ればいいじゃない。きっと喜ぶと思うわよ。たまにはいいこと言うじゃないか。こうしちゃいられない。早く行かないと。こうして夫を家から追い出し、準備は整った。今に見てなさいよ。家を解体し引っ越しした結果、夫たちは地獄を見ることになる。私は香織、今年で34歳になった専業主婦である。ただいま。飯は？もうできるところだから。そうか。なら頼む。ぶっきらぼうに話しかけてくるのは、夫のまさし。私たちは、結婚して3年になる。知り合ったきっかけは、ある企業のパーティーだった。この頃の私は、イベント会社に勤めていて、夫は参加者の中の一人だったのだ。すみません。はい、どうかしましたか？よかったら、連絡先を交換しませんか？え？これが私たちにとっての初めての会話だった。驚きはしたが、不思議と嫌な感じはしなかったのだ。急にすみません。一目惚れだったんです。一目惚れ、ですか。初めてのことで、すみません。私も初めてですよ。
最終的に私たちは連絡先を交換した。この日は家に帰ってもずっとドキドキしていたと思う。後日夫から連絡があり、食事をしに行くことになる。出会った時こそ少し頼りない感じもしていた。よかったら付き合ってくれませんか。こちらこそよろしくお願いします。私たちは晴れて付き合うことになる。夫は私よりも3歳年上だった。年上ではあったが、そんな感じもせず、不思議と居心地が良かったのだ。それから半年後に結婚する。すると夫は付き合っていた頃とは一転して高圧的な態度を取るようになった。今度母さんが顔を見せに来いって言ってるが。お母さんが？だから明日実家に帰るから。ずいぶん急じゃない。明日は休みだしちょうどいいじゃないか。わかった。正直言って私は姑が苦手だった。それは結婚前の挨拶の時からだ。よく帰ってきたわね。ただいま。で、そちらは？あ、今付き合ってる香織さんだよ。ふーん。姑は全身を舐め回すように見てきた。とりあえず上がって。お邪魔します。その時姑は私を睨んだような気がしていた。いざ結婚の挨拶をすると夫はさらにおとなしくなる。それは義父の存在がかなり大きかったのだ。これでお前も母親離れができるな。え？そうか、香織さんは知らなかったのか。こいつは小さい頃から母親にべったりでな。そうなんですか。ちらっと夫を見ると義父を恐れているように見えた。小さい時からお風呂とすぐに母親の後ろに隠れたものさ。今まで知ることのなかった夫の過去に引きつけられた。義父と私は夫の過去の話で盛り上がってしまう。すると姑が声を上げた。ちょっとお父さん、そのくらいでいいでしょ。なんだよ、いいところだったのにな。とっさに同意を求められて私はうなずいてしまう。すると姑は先ほどよりもきつい目でこちらを睨んでくる。やってしまったと思った。そんな話はまた後ですればいいでしょう。わかったよ。最終的に結婚は認められ、その日は義父の好意で義実家に泊まることになった。香織さんはお酒は飲めるかい？はい、好きです。せっかくだから一緒にどうだい？それじゃ。義父は部類のお酒好きだった。そんな義父に付き合っていると先ほどは聞けなかった夫の話を聞けることになる。義父は昔から夫に厳しく接していたようだ。子供の頃から自分に自信がなく、それを義父は何とかしたかったらしい。あいつの世話は大変だと思うがよろしく頼む。義父は私に頭を下げてきた。この時から義父との関係は良好になったのだと思う。お酒を飲み始めてから2時間近くが経っていた。盛り上がってしまい、すっかり夫の存在も忘れていたのだ。さっきまでは隣にいたはずなのにその姿がない。あれ、まさしは？そういえば母さんの姿も見えないな。どこに行ったんでしょう。ま、そのうち戻ってくるだろう。この時はまだ夫の本性には気づいていなかった。結局私と義父は日付が変わる頃まで飲んでしまう。義父も飲み疲れたのかぐっすり眠っていた。後片付けをしようと立ち上がった時である。よくも女のくせにそんなに飲めるわね。え？後ろから姑に声をかけられる。わかってるでしょうけど、これからは私の言うことにも従ってもらうからね。それはわかってます。それとまさしは繊細だから、くれぐれも気をつけてね。
わかりました。それでマサシは？あの子なら私が寝かしつけておいたわ。寝かしつける？私は聞き間違いかと思った。30歳を超えた成人男性が母親に寝かしつけられるなんてありえない。とにかく私とマサシの邪魔だけはしないでね。義父が言っていたことはこれなのかと思った。まさかマザコンだったってこと？姑に釘を刺された私は眠りについた。そして翌朝、これからは母さんもいないんだからしっかりやれよ。わかってるよ。これから頼むね、香織さん。はい。姑からの言葉はなかった。その後夫婦になり、私は疑問に思っていたことを夫にぶつける。マサシってマザコンなの？は？そんなわけないだろ。もしかして父さんの言ってることを本気にしたのか？それ以外にも気になることはあるんだけど。とにかくその話はもうするなよ。夫はそう言っていたが、実のところは義父を恐れていたのかもしれない。そしてある出来事をきっかけにそのタガが外れていく。この日、私たちは姑からの連絡があった通り義実家へと向かっていた。私はどうしてこのタイミングなのだろうと考えていた。結婚してから会いに来いなんて言われたことはなかったからだ。何かあるに違いないとそう思っていた。ただいま母さん。会いたかったわ。お久しぶりです。私のことは完全に無視だ。家に上がると二人で盛り上がり、何のために私はここにいるのかと思った。そして私はあることに気づく。義父がいないのだ。あの、お父さんは？あの人なら今頃病院に行ってるわ。何かあったんですか？そう。まあ、最近体調が悪いとは言ってたけど。姑は自分の夫のことなのにまるで気にしていない。いいんですか？何が？心配じゃないんですか？姑はため息をつく。だったらあなたが様子を見に行ったら？随分と気に入られてるみたいだし。そんな言い方。夫はどう思っているのかと視線を向けるが、こちらもまるで気にしてない。それどころか姑が焼いたというケーキに夢中でこちらに見向きもしないのだ。さらに二人はとんでもない行動に出る。そうだ、私とマサシはこれから出かける予定があるから、あなたは留守番しててくれない？留守番？夫を見ると少し笑っているように見えた。悪いけど頼むよ。それに家に誰かいないと父さんも困るだろう。そうかもしれないけど、だからって。その代わり好きに過ごしてていいからさ。悪い話じゃないでしょ。待ってください。もう行かないと。じゃ、あとはよろしく。二人はこうして出かけて行ってしまう。自由にしていいと言うが、そんなことをする気にもなれなかった。私は義実家に残され、ただただ時が過ぎるのを待つ。こうして数時間が過ぎた時だ。扉の開く音が聞こえ、駆け足で玄関に向かう。お父さん？香織さん、どうしたんだい？それより二人は？二人は出かけました。出かけた？とりあえず話を聞かせてくれ。リビングへと移動して、私は義父に今日起きたことを説明した。なるほどな。そもそもだが、俺は今日二人が来ることは知らされてなかった。え？しかも今日病院に行くことは前から決まってたんだ。ということはお母さんは知ってたんですね。俺がいない時を狙ったのかもしれないな。でもどうしてそんなことを？義父は腕を組んで考え込んでいるようだった。おそらくだが俺が邪魔だったんだろうな。でもこんなあからさまな、いずれはバレますよね。
それでもよかったんだろうな。実は、岐阜から聞いた内容は衝撃的すぎた。もし岐阜の考えていることが本当だったら、最悪以外の何者でもない。岐阜は、ある提案をしてくる。もしよかったら、連絡先を交換しておかないか。何かあった時に役立つだろうし。ぜひお願いします。これからは、あの二人には注意しておかないとな。俺はいいが、香織さんに苦労はさせたくないからな。そんな、お父さんこそ、体を大切にしてください。そんなことを言ってくれるのは、香織さんだけだよ。岐阜は、少し寂しそうに笑っていた。その姿を見て、私も寂しい気持ちになる。それから私たちは、二人の帰りを待った。しかし、いくら待っても二人は帰ってこない。香織さん、携帯が鳴ってないかい？え？スマホを確認すると、夫からの着信だった。ちょっとどこにいるの？連絡が遅くなって悪い。今家にいるんだ。はあ？お母さんは？もちろん一緒だよ。今日は泊まっていくから。何よそれ。だから帰ってこなくてもいいぞ。ふざけないでよ。じゃあな。電話は切れてしまった。呆然とする私。どうかしたのかい？どうやら二人はあっちの家にいるみたいです。しかもお母さんは泊まっていくそうです。そうか。それほどまで俺が憎いのか。いくらなんでもおかしいですよ。わかってる。だから俺も考えておかないとな。この時の岐阜はとても真剣な表情だった。それで香織さんはどうする？今からここを出れば間に合いますので帰ります。あの二人に好き勝手させませんよ。まさしの奥さんが、香織さんみたいな人でよかったよ。私は、岐阜に挨拶して家を出た。夫にも姑にも一言言ってやらないと気が済まなかったのだ。電車と新幹線を乗り継ぎ、やっとの思いで家に着いた時には、すでに23時を過ぎていた。息を切らしながら玄関を開ける。すると、二人の笑い声が聞こえてきた。イラッとした私はすぐに二人のもとに向かう。お、帰ってきたか。ずいぶんと遅かったじゃない。何してたの？我慢できず、二人に詰め寄る。こんなところで何してるんですか？何って、遊びに来ただけでしょ？遊びに来た。お父さんを放置して何してるんですか？そんなに怒らなくてもいいでしょ？そうだぞ。そんな言い方はないだろ。まさしもまさしよ。何の連絡もなしに勝手に決めて。もういいだろう。せっかく母さんが来たんだ。気に入らないなら出てってもいいぞ。はあ？ここは私の家でしょ。家って言ったって、親からもらったものだろ。確かに今住んでいる家は、親からもらった。私が大学を卒業すると同時に父が亡くなり、その直前に、なけなしのお金で建ててくれたものである。母は、私が幼い頃に病死していたために、私にとっては最後の肉親だった。そんなこともあり、岐阜に対する二人の態度が許せなかったのだ。とにかく、今日はいいですけど、明日になったら帰ってくださいね。わかったわよ。私は、書斎にしている一室に向かった。嫌なことがあると、いつもここにこもっている。私の趣味は、アクセサリー作りだったため、ひたすら作品を作り続けたのだ。気づけば、朝日が昇っていた。おもむろにリビングに向かうと、姑がすでに起きている。あら、ずいぶんとひどい顔してるわね。おかげさまで。それで今日は帰ってくれるんですよね。しつこいわね。わかってるわよ。朝から憂鬱な気分になる。姑は、昼には義実家へと帰っていった。寂しそうに姑を見送る夫を見ているのも嫌になる。その後は、夫も姑もおとなしかった。姑がいないと、まさに平和だ。ずっとこうなればいいと思っていたのだが、
そううまくはいかなかった。ちょっと大事な話があるから座ってくれ。仕事から帰るといつもと雰囲気が違う夫がいた。それで話って？実は父さんが倒れた。倒れた？どうして？父さんから話はもう聞いてるんだろ。前に聞いたけど、かなり状態が悪いみたいなんだ。それはあなたたちが放置するからでしょ。それで父さんの介護をしてくれないか。介護？なんで私が？お母さんがいるでしょ。これは父さんからの願いなんだ。お父さんの？これには疑問しか湧かなかった。義父が倒れたことは心配だったが、それでもなぜ私なのだろうか。私はすぐに義父に連絡してみた。まさしから話を聞いたんですが。そうか、急な話で驚いただろう。そうですね。俺ももう長くはない。自分の体のことはよくわかるからね。そんなこと言わないでください。そこで頼みがあるんだ。これは香織さんにしか頼めないことなんだ。詳しい話を聞くと、義父の願いは一つ。夫と姑に復讐すること。義父が病気になっても一切の関心を持たず、何もしない二人に愛想を尽かしたのだ。義父の本気の願いに私は応えることに決めた。わかりました。私にできることは何でもお手伝いさせてもらいます。本当にありがとう。私はすぐにこのことを伝えた。そうか、助かるよ。でも仕事はどうするんだ？そんなの辞めるに決まってるでしょ。仕事をしながらお世話なんてできるわけないじゃない。そうだよな。翌日私は会社に退職届を提出して、そのまま義実家へと向かった。義父の元に向かうと、少し会わない間にも頬もこけ、弱々しい姿になっていたのだ。昨日今日なのにありがとう。大丈夫です。私も覚悟を決めましたから。そうか。お母さんはいないんですか？今日は友達のところに行ってるらしい。なるほど。でもこれはチャンスかもしれないですね。その通りだよ。これからのことを話し合えるからね。私たちはこれからの作戦について考えるのだった。それで一つ考えがあるんだが、聞いてくれるかい？はい、それはもちろん。実は俺が死んだ後のことなんだ。それはどういう？正直言って、あの二人に何も残したくないんだよ。それは相続の話ですか？ああ、もちろん二人には黙っているけどな。俺が死んでも後悔させられるだろう。でも本当にいいんですか？今の体になってから散々考え抜いた結果だからね。わかりました。その後も様々なことを話し合った。すると姑が何事もなかったかのように帰ってくる。なんだ、もう来てたのね。お母さんじゃ頼りにならないですからね。それじゃしっかり働いてもらうからね。言われなくても分かってますよ。姑にお世話を任せるわけにはいかなかった。それからも週の半分ほどは義実家で過ごすことが多くなる。ただそれでも義父の容態はどんどん悪くなっていく。お父さん大丈夫ですか？いつもすまないな。これが今の私の仕事ですから気にしないでください。それじゃあ香織さん、後のことはよろしく。姑は私が義父の世話をするようになってから一度も気にかけるような言葉を言ったことはない。せめてお父さんに一言声くらいかければいいのに。もういいさ、どうせ後悔するのはあいつらだ。そうかもしれないですけど。そういえば、マサシの様子はどうだ？特に変わったようなことは何も。今はおとなしいかもしれないが、気をつけてくれ。着替えなどを取りに戻ると、夫は私を待っていたようだ。父さんの様子はどうだ？今日は元気だったけど、
やっぱり状態はそこまで良くないよ。そうか。気になるなら様子を見に行ったら。今さら言ったところで文句を言われるだけさ。私が義父の世話をするようになってから、夫はよくどんな様子か聞いてくるようになる。夫自身も少し後悔しているのかもしれないと思った。もしかしたらこのままいい方向に行ってくれるんじゃないかと淡い期待をしてしまう。私だって夫がまともになってくれればそれでいいと思っていたからだ。しかしそんな時に限って姑がやってくる。か、母さん、今日来るって言ってた。ちょっと近くまで来たからね。面倒な人が来てしまった。ならくつろいでよ。これからご飯だったし、かおりさんが作ってくれるのかしら。まあそうだけど。それなら楽しみね。一人分も二人分も変わらないと思い、すぐに準備に取り掛かる。どうぞ。見た目は悪くないわね。でも味はどうかしら。姑はそう言って口に運ぶ。その瞬間、姑はあろうことが吐き出したのだ。何してるんですか。よくもこんなまずいものを食べさせてくれたわね。え、そう？いつもと変わらない気がするけど。姑は夫を睨む。すると夫はすぐに意見を変えて、姑と同じように私をけなしてくる。確かにこれはゴミみたいな味だな。お父さんの世話ばかりで他のことに頭が回ってないんじゃないかしら。だからって吐き出すなんて失礼じゃないですか。もういいわ。まさし、これから何か食べに行きましょう。あ、そうしようか。二人は席を立ち、家を出て行った。夫も夫で姑には逆らえないのだろう。先ほど夫に期待しようとした自分が馬鹿に思えた。やっぱり遠慮なんてしている場合ではないのだ。二時間後に帰ってきたのが夫一人だった。お母さんは？母さんならもう帰ったよ。そう。それよりもさっきのあれは何？え？お母さんの顔色を気にして意見を変えたでしょう。別にそんなことしてないだろう。もともと俺だってそう思ってたし。なるほどね。だったら今度からは自分で食事も用意してね。吐き出すほどまずいんだったらその方がいいでしょう。本気か？もちろん。そして私はまた義父の世話に向かう。そんな生活が3ヶ月ほど続いた時だった。義父の容態は急変して病院に運ばれる。お父さん、しっかりしてください。さすがに持たないかもしれないな。何を言ってるんですか。香織さんに言っておくことがある。前にも相続の話をしたと思うが、すでに遺言書は書いてある。俺が死んだら知り合いの弁護士から連絡が行くと思う。わかりました。だからもう喋らないでください。救急車で病院に運ばれる最中にどんどん脈も弱くなっていく。そして病院に到着した時には完全に呼吸も止まっていた。あまりにいきなりのことで何も考えられない。私は震える手で必死に電話をかける。姑にかけるが出ない。それならと夫に電話すると、4回目でようやく出た。どうかした？お父さんが亡くなったわ。は？死んだのよ。どうせそこにお母さんもいるんでしょう。ああ。じゃあ代わってもらえる？そして夫は姑に代わる。なあに？お父さんがさっき息を引き取りました。あら、そう。言うことはそれだけですか。他に何があるのよ。これで私たちは自由になったのよ。あの男から解放されてせいせいするわ。これほどまでに拳に力が入ったことはない。そうですか。でも必ず後悔しますよ。そんなことはないわ。結局その日二人は病院には来なかった。私は一度義実家に戻り、一夜を過ごす。そして翌日、また病院に向かうと、
二人は先に到着していた。ママ、もう疲れたよ。そうね、早く帰りましょうね。一体私は何を見せられているのだろうと思った。義父が亡くなったことで夫が今まで抱えていた感情やらが溢れ出したのかもしれない。これが夫の本性というわけだ。今さら来たんですか。なあに？来たんだから文句を言われる筋合いはないけど。それと一体正志の様子は何ですか。いつもの通りじゃない。やっぱりこっちの方がいいわ。これで怖いものはないからな。もう俺に逆らうなよ。は？これはいよいよ離婚かもなと思った瞬間だった。それからは姑が主導して義父の葬儀は簡素に行われる。いわゆる家族葬というもので、お金をかけたくないという姑の考えだった。死してもなおないがしろにされる義父が不憫でならない。葬儀も終わり、私は家に戻る。こんなに不愉快になった葬儀は初めてだった。それからはもやもやした気持ちを抱えながら生活することに。はい、もしもし。え、弁護士？私に弁護士を名乗る人物から連絡があった。そこで私は義父の言葉を思い出す。救急車で私に言ってくれた言葉だ。わかりました、すぐに伺います。教えてもらった事務所に向かうと、そこで遺書の開封を行った。義父は事前に公正証書遺言を残していたのだ。その内容を見て、私は驚きと夫たちへの復讐に使えると思った。遺書を確認して家に戻ると、夫がすごい剣幕で近寄ってくる。おい、この前ママからの電話を無視しただろ。え、別に無視してないけど。嘘つくな。俺に電話に出ないって文句言ってきたんだぞ。また始まったと思った。夫はこう言っていたが、姑から電話が来たことはない。結婚してから一度もだ。私は姑が嫌いだった。夫のことばかりを可愛がり、私はのけ者にされる。だったら証拠を見せようか。いいから今度直接謝っておけよな。直接？あなたの実家はかなり遠いでしょう。ああ、それなら心配いらない。夫はニヤニヤしながら笑っている。何がそんなにおかしいの？実は明日からママがここに来るんだよ。これからはずっと一緒さ。それを聞いた私は洗っていたコップを落としてしまう。無残にもコップはガシャンと音を立てて割れてしまった。しかも私が気に入っていたコップだ。そんな急に言われても無理に決まってるでしょ。そもそも部屋だって空いてないし。それならお前の部屋があるだろ。書斎とか言ってろくに使ってもいないしな。なんでそうなるのよ。とにかくママが来るまでに綺麗に片付けておきよな。なんなら捨ててやってもいいけどな。夫の言っていることに頭が混乱する。先ほど義父の遺書を見たばかりだったこともあり、頭がうまく働かない。理由は何なの？は？理由？そんなものあるわけないだろ。ただ俺はママと一緒にいたいだけだ。呆れて何も言えなくなる。何がママだよ。マザコンが。今までは義父が壁の役割をしてくれていたから何とかなっていた。ただこんなに早く行動を起こしてくるとは想像もしていなかったのだ。せめて相談するのが普通じゃないの？ああ、なんでお前に相談なんかしないといけないんだよ。それにここは俺たちの家だろ。ここは私が受け継いだ家よ。もううるさいな。いいから俺の指示に従っておけよ。これ以上夫と会話をしていても無駄だと思った。私がいくら言い返そうとも夫の頭の中はママのことでいっぱいなのだ。だったらこっちにだって考えがある。そんなに言うならそうするよ。空っぽにしていいんだよね。だからそうだって言ってるだろ。何度も言わせるなよ。理解力がないのか。ただの確認よ。その7秒後に私はある場所に電話をした。それは解体業者である。はい、そうです。
できるだけ早くがいいんですが。おい、何の話をしてる？わかりました。明日ですね。それでお願いします。聞いてるのか？で、何？どこに電話したんだ？いらないものは売ろうかと思ってさ、その電話。なるほどな。なかなかいい考えだな。なんてバカな男なのだろう。そんなわけもないのに。念には念を入れて、夫にある提案をする。これから片付けるから、あなたはお母さんの迎えにでも行ったら。でも、来るのは明日だぞ。明日一緒に来ればいいじゃない。きっと喜ぶと思うわよ。たまにはいいこと言うじゃないか。こうしちゃいられない。早く行かないと。こうして夫を家から追い出し、準備は整った。今に見てなさいよ。まず、私は自分の荷物をまとめた。次に夫の荷物は、売れるものはすべてリサイクル業者に引き取ってもらったのだ。部屋の整理が終わった私は、次に不動産屋を訪れた。相続の手続きには少しばかり時間がかかるため、ひとまず別に家を借りることにしたのだ。ここはどうでしょうか？ここなら本日ご契約いただければ、明日には入居可能です。ではこの部屋でお願いします。かしこまりました。それではご契約についてですが。無事に契約が終わり、家に戻った。今日でこの家ともお別れなのだ。父が私に残してくれた家ではあるが、二人にはどうしても地獄を見せてやりたかった。必ず、ここにまた家を建てるからね。こうして私は一晩過ごした。午前中のうちに、自分の荷物を新居に運び終わり、いよいよ家の解体が始まる。私は壊されていく家を確認して新居に移動した。あとは二人からの連絡を待つだけだ。それから2時間ほどが経った時である。もしもし？おい、どうなってる？どうしたの？家が壊されてるじゃないか。もう母さんの荷物も届くんだぞ。そうだったかな？ちゃんと説明しろよ。わかったわ。それじゃあここで待ってて。私は二人が待つ家に向かった。私を見つけた夫は走って寄ってくる。なんで家が壊されてる？あなたたちへの復讐のためよ。これはお父さんの願いでもあるわ。わけのわからないこと言うなよ。それにこの家は私の所有物なの。だからどうしようと私の自由よ。すると今度は姑がつかみかかってくる。やめてくださいよ。ふざけんじゃないわよ。これじゃ私たちの住む場所がないじゃないの。それは自分たちでどうにかしてくださいよ。ママ、これじゃ一旦実家に帰るしかないよ。悔しいけどそれしかないわね。ここで私は最後の一手を打つことにした。それはやめた方がいいと思いますけど。何を言ってる？そうよ。じゃあこれを見てください。私は義父の残した遺書を二人に見せる。これは、何よこれ、嘘よ。嘘じゃありませんよ。これはちゃんとお父さんが残した遺書です。遺書の中には、義実家の権利を義父から私に移すこと、義父が残した貯金なども私に相続することなどが書かれていた。待てよ。でも遺留分があるだろう。それを主張すれば、俺たちにだって金を相続する権利はあるはずだ。なるほど。残念だったわね。あんたなんかに全部くれてやるもんですか。でも、残ってる遺産は100万円ですよ。はあ？つまりは、それぞれ25万円ずつになりますね。そんなわけないわ。もっとあるはずよ。諦めてください。本当のことですから。義父はこのことも予期していた。遺書とは別に私宛ての手紙があり、その中にはこう書かれていたのだ。最低限のお金だけ残してその他の分は慈善団体に寄付していた。それでよければ二人にはちゃんと渡しますよ。どうします？二人は黙ってしまった。とりあえず実家には帰れないと思った方がいいですよ。早く次の家を探してみたらどうです？この女！姑はまた私につかみかかってこようとしたが、派手に転んでしまう。本当に残念ですよ。こんな形になってしまって。でもしょうがないですよね。
もっとお父さんのことを考えていれば、こんなことにはならなかったのに。私は、その場に座り込んだ二人を残して、その場を去った。二人の今後を考えると、笑わずにはいられない。そして、最後の仕上げを残すだけとなった。新居に戻った私は、すぐに離婚届の準備をした。それでは、よろしくお願いします。わかりました。それと相続の手続きですが、来週には完了すると思いますので。そうですか。引き続きよろしくお願いします。それから一週間後には離婚が成立した。その時に相続がどうのこうのと騒いでいたようだが、今さら騒いでも意味がない。遺留分は微々たるものだし、あの二人のことだ。すぐにでも使い果たすだろう。相続が完了して、私は姑の荷物などを処分するために、義実家へと向かった。するとそこには、元夫と姑の姿が。何しに来たんですか？二人はこちらを振り返る。そっちこそ何しに来たの？誰かさんの荷物を片付けに。勝手なことはさせないわよ。でももうこの家は正式に私のものになったんですよ。だからさっさとどこかに行ってくださいよ。待ってくれ、考え直してくれないか。はあ？今更そんなことできるわけないでしょ。さっさとここから出て行かないと警察を呼ぶわよ。もう他人なんだからさ。警察？ママ、もういいから早く行こう。待って、ここは私の家なのよ。離して。いいから。こうして、二人は逃げるように義実家から去っていった。ここまで行っておけば、もう来ることはないだろう。その後、義父のものだけを残して、きれいに家の中を片付けた。きっとこれで義父も浮かばれるはずだ。え、そうなんですか？そうみたいですよ。近所でも噂になってると聞きましたよ。どうやら元夫と姑は、小さなアパートで細々と暮らしているらしい。ただ、時折外にも聞こえるくらいの喧嘩をしているそうだ。近所でも近寄ってはいけない、危ない親子だと認定されているとか。本当にバカな親子ね。あんなマザコンは二度とごめんだわ。一方の私は、今も新しく借りた部屋で暮らしている。義実家に住むことも考えたが、嫌な思い出のあるあの家に住むのは、どうしても受け入れられないからだ。だからひとまず、義父に守っていてもらおうと思う。これからは自分のために、前を向いて歩いていく。ナレーターの千尋です。いや、気持ち悪い。いや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 、一体いくつだと思ってるんですか？親離れ、子離れができないって、もうそんなこと言えるような年齢じゃないですよ。寝かしつけって何ですか？ちょっと気持ち悪すぎてゾッとしました。皆さんの周りには、びっくりするほど、マザコンの旦那さんはいらっしゃいますか？よかったらコメントで教えてくださいね。ご視聴ありがとうございました。高評価とチャンネル登録、よろしくお願いします。何？あんた転職するの？そりゃ、お父さんの会社で働かないとな。もう会社に話はしてあって、退職の準備を進めてるんだ。じゃあ、社長に会社に来いって言われてるわけね。いえ、また今度お父さんにお願いするつもりです。あら、結婚の話はしたのに、仕事の話はしてないの？結婚のことで、お父さんにはだいぶ無理な頼み事を聞いてもらいましたから、次のお願いをするまでに少し期間を空けてるんです。私はあんたと同じ職場で働かなくてもよくなるから嬉しいけど、あんたはここまで続けてきた会社を簡単に辞めていいの？え？いいに、やん。好待遇で迎えられるんだ。チンケな安月給でいつまでも働いてられるかよ。好待遇って、まだ社長に話は通してないんでしょ？そんなの、私が頼めばまた一発ですよ。次期社長か！一気に出世だな。離婚から二日後、私は元夫と出くわした。元夫はこの二日で再婚したらしい。しかも、その相手は19歳の社長令嬢だ。元夫はすっかり、新嫁の会社を継ぐつもりでいるようだ。俺は19歳の社長令嬢と再婚する。一円も稼がない貧乏人は、さいなら。では、お元気で。
二人は私に幸せマウントを取って満足したのか、笑顔で私に手を振って去っていこうとしている。私はそんな世間知らずの社長令嬢と重大なミスをしている元夫を見て楽しい気分になってきた。元夫は社長になんてなれない。だってその女が言ってることは。私は地下30歳で法人向け保険の営業をしている。正直私の能力は平凡で給与はそれほど高くはない。しかし仕事は嫌いではない。会社に営業をかけるので、私が相手にするのは労務の担当者が多いのだが、中には社長や部長などのお偉いさんが出てくることもある。こういう人たちは私のような会社の末端にいる人間とは違っていろいろな考えを持っている。そのため会話をしているだけで勉強になったり気づかされることも多い。ただし中には癖強な人もいて反応に困る人もいる。これ見てくださいよ。うちの娘高校生なんですけど、かわいいでしょ。これは旅行に行った時で、これは部屋でくつろいでる時で。保険の話をしに行くと、30分はスマホで撮影した写真を見せながら娘自慢をしてくる社長には毎回反応に困らせられている。この娘さんは自分の写真が他人に見せられていることを知っているのだろうか。高校生なら思春期なので嫌がるのではないか。そう思ったが、他人の家や教育などに口を出すべきではないだろう。そうですね、可愛いですね。そろそろお話をさせてもらっていいでしょうか。そのためなるべく娘自慢が早く終わるようにタイミングを見て話題を切り替えるようにしている。きっと仕事を効率重視でこなす夫なら、私のようにタイミングを見計らうようなことをせず、スパッと話題を切り替えられると思う。夫の強しも私と同じ会社で働いていて、部署まで同じだ。私と夫が結婚したのは2年前。出会いはもちろん職場である。夫は2つ年上で、もともとは先輩後輩の関係だった。ひとまずこっちのプランを提案しておけ。でもそのプランにもメリットはありますけど、こっちのプランにもメリットありますよ。提案して文句言われたら、もう一方のプランを代案に出せばいいよ。もし最初のプランで即決した時に別のプランを紹介しなかったことでトラブルになりませんか？その時はその時でフォローすればいいんだよ。わかるかどうかわからないトラブルを心配して時間を割くのは非効率だ。入社したばかりの私は、夫の仕事がいい加減なものだという印象を受けた。しかし一緒に仕事をするとそうではないことが分かった。夫は何でも即断即決と即行動を基本スタンスにしている。ただこれは判断や行動を雑にしているというわけではなく、しっかりと自分の知識や経験などに基づいていて、夫は仕事でほとんどミスをしない。また稀にミスをしても夫は自分でそのミスをフォローできる能力を持っている。私は仕事をしていくうちに効率の重要性の高さを知っていき、テキパキと多くの仕事をこなす夫をいつしか尊敬するようになった。そんな夫と私が恋愛に発展したきっかけについてだが、これが本当に何もない。私と夫は同じ職場で一緒に仕事をしたり、お昼や晩ご飯も一緒にしたりなどしているうちに、いつの間にか付き合うことになっていた。職場恋愛なんてこんなものだ。周りの印象を気にして無理に理由をつけようとすれば、一緒にいることが当たり前となって居心地の良さを感じるようになったというところだろうか。結婚後も私は夫のことを職場の先輩として今も尊敬している。どちらかというと優柔不断気味な私にとって、夫の即断即決と即行動は真似ができないことだからだ。しかしその夫の即断即決と即行動が思わぬ事態を引き起こすこととなった。結婚してからも私は仕事を続けていて、夫も同じ職場にいる。そのためこれまで特に生活に大きな変化はなかったが、
結婚から2年が経って私たちの生活に大きな変化が起きようとしていた。妊娠確定、3ヶ月経ったわ。そうか、やったな。私の言葉を聞いて夫は天井にぶつかりそうな勢いで両腕を上げ喜んでくれた。結婚から2年、私たちはなかなか子供ができないことに悩んでいたので、夫が子供のようになって喜ぶのも無理はない。本当なら私もお腹を気にしなくてもいいなら飛び跳ね回って喜びたいところだ。料理も掃除も俺がやるから休日はゆっくり座ってろ。でもまだ全然お腹は大きくないし、今日は体調もいいから動けるわよ。そういう油断をするんじゃない。もし料理して疲れたり掃除で転んだりしたらどうするんだ。はいはい、そうね。じゃあゆっくりさせてもらおうかしら。夫の顔が真剣なので私は思わず笑ってしまう。夫は普段から家のことは手伝ってくれていたが、私の妊娠が分かってからはさらに率先してやってくれるようになった。私の体を心配してくれるのは嬉しいのだが、夫がいろいろとやりすぎてしまうので最近の私は家で暇と思う時間が増えている。なんとも贅沢な悩みだと自分でも思う。夫が私のことをお姫様のように扱ってくれるようになってから3ヶ月後、私は出産と育児で会社を休むために仕事の引き継ぎを始めた。職場が同じなので夫も私の仕事の一部を引き継ぐことになる。この会社はそろそろ更新時期で、こっちの会社は賠償責任のリスクを気にしてたから、こっちのプランを紹介して。ああ、はいはい。そんな詳しく説明してくれなくても、会社の情報と保険の状況だけ教えてくれれば、あとはこっちでやっとくから、そのリストだけちょうだい。夫は私が説明のために用意した資料を受け取ると、私の説明を最後まで聞くことなく、自分のデスクへと戻っていった。他の人ならちゃんと説明を聞いてほしいと思うところだが、夫なら大丈夫だろう。それに分からないことが出てきても職場だけでなく家でも話はできる。私は夫を気にせず、ありがたく余った時間を別の作業に使わせてもらう。私が思った通り、夫は何の問題もなくスムーズに仕事を引き継いだ。あまりにもスムーズすぎて予定よりも早く私の手から仕事が離れてしまった。さすが即断即決と即行動できる夫である。何をするにも判断も行動も早い。他の仕事も徐々に引き継ぎは進んでいるので、これで安心して休みに入れると思ったのだが、休みに入る少し前から一つの不安要素が急に出てきた。今週も出かけるの？ああ、ちょっとした付き合いでな。ご飯は？いらない、帰りも遅くなるから先に寝とけよ。私は大きくなったお腹をさすりながら、休日に一人で出かける夫を玄関で見送る。玄関のドアがバタンと音を立ててしまると、家に残された私は虚しさを感じながらとぼとぼとリビングのソファーへと向かう。ソファーに腰を下ろすと、私はこの後の掃除や買い物、料理などのスケジュールを頭の中で組み立てる。夫は休日になると午前中から出かけ、夜遅くまで帰ってこなくなった。また家事も全然してくれなくなった。夫の帰りが急に遅くなり、態度が急変する。これは不倫の定番パターンだ。しかし夫はつい最近まで本当に優しかったし、私はもうすぐ出産というタイミングだ。そのため不倫の文字が頭に浮かんでもすぐにスッと頭の中から消える。考えられるのは仕事だろう。夫は私が休むためにいろいろな仕事を引き継いでくれた。効率的に仕事ができるので夫が引き継いだ仕事の量は他の人よりも多い。また元から多くの仕事も抱えている。いくら夫でも
急に仕事の負担が大きくなったとなれば、疲れたりイライラしたりするのも当然だろう。夫が変わった原因が自分にあると思った私は、夫の反応を気にするようになってしまった。職場ではイライラしていないかチラチラと夫の一線を向けては表情を確認する。家では私が話しかけるとイライラさせてしまうと思って、自分からはあまり話しかけないようにした。どうしても夫に話しかけないといけないときはタイミングと顔色を伺う。夫の態度が変わって、私がこんな対応をしていれば夫婦仲がギスギスしてくるのは当然だろう。私は夫との間に距離を感じ始めていた。しかし、その私と夫の間に空いた距離は子供が埋めてくれた。お、今日も可愛いな。同じことしか言わないわね。お前は24時間ずっと一緒にいるけど、俺はそうじゃないんだ。好きにさせてくれ。はいはい。しばらくして仕事は休みに入り、無事に出産も終わった。今は実家に生まれた娘といる。うちと実家は近いので、夫は週末になると娘の顔を見に来る。朝からやってきては娘の前に張り付き、魔法にでもかけられたかのように夕方まで娘のそばから離れようとしない。夫の時間だけ止まっているのではないかと思うくらい、その場から固まって動かずに娘を眺め続けるので、私はちょっと呆れながらも夫の表情を見て安心する。これ買ってきてほしいって言ってたジュースとお菓子、まだいるものがあったら連絡してくれ。ありがとう、助かる。お母さんに頼むとどれだけ言っても違うの買ってくるから。私は夫から笑顔でコンビニ袋を受け取る。娘が生まれたことで夫は以前の優しい夫に戻ってくれた。おそらく娘の顔を見て仕事のストレスが吹き飛んだのだろう。これでまた仲のいい夫婦に戻り、家族に娘も増えて前よりも幸せな生活になると私は期待していた。しかし、娘が生まれてから半年後、夫の態度はまた変わり始めた。うるさいな、早く泣き止ませろ。そんな無茶言わないでよ。私は夜泣きする娘を連れて寝室から出る。私も娘の夜泣きには困っている。しかしこれは仕方ないことだ。私はリビングで娘が泣き止むまであやす。夫の態度はまた変わってしまい、家事も育児も全く手伝ってくれない。そのため夜泣きした娘をあやすのは私一人の役目となっている。もちろん育児で大変なのは夜泣きだけではないので、夫の助けが必要だ。しかし夫は育児も家事も手伝う気は全くないようだ。ごめん、ちょっと一人では手が回らないから手伝ってくれない？はあ、今は仕事してないだろ。時間ならたっぷりあるのに、なんで手が回らないなんてことが起こるんだよ。お前の効率が悪いだけだろ。私は夫の言葉を聞いて、娘を抱く手に力が入りすぎないように必死に力を抜く。夫は何でも効率よくテキパキとこなせる。しかし即断即決と即行動をするので、ミスをすることもある。夫は育児も仕事のようにミスがあればフォローをすればいいとでも思っているのだろうか。娘に何かあってからでは遅いだろう。私は娘の泣き声に耳が痛くなり、夫の理解できない言動に頭が痛くなった。このままではいつか夫が育児でミスをやらかしてしまうかもしれない。夜遅い時間だが、私は夫を注意しようと泣き止んだ娘と一緒に寝室に戻る。寝室に戻ると夫はすでに寝ていた。起こして話をするかどうか悩んだが、起こされて機嫌が悪くなった夫は話をちゃんと聞いてくれない可能性は高い。私も疲れている。そのため夫への注意は翌朝にすることにして、私も寝ることにした。しかしこの時は即行動を起こさなかったことを私はすぐに後悔することとなった。翌朝
私は娘の泣き声で目が覚めたのだが、その娘の声はやたら小さく、やたら遠くの方で聞こえる。夫があやしてくれているのかと思ったのだが、横で寝ていた。私は恐る恐る娘が寝ているはずのベッドに視線を向ける。すると、そこに娘の姿はなかった。私は一瞬で目が覚め、ベッドから飛び起きると、娘の泣き声がするリビングへと向かう。リビングに行くと、そこには娘が一人で、布団に寝かせられていた。私は慌てて娘を抱き上げ、怪我などの異常がないかすぐに調べる。私が一人で慌てていると、そこに夫が頭をかきながら、のっそりと姿を現した。寝室のドア開けっぱなしにするなよ。泣き声がうるさくて目が覚めちまったよ。夫の言葉で、私はこのふざけた状況をすべて理解できた。夫は娘の夜泣きがうるさくて、寝られないからと、私が寝た後に、娘をリビングで一人で寝かせたのだ。こんなことをして、娘に何かあったらどうするつもりなのだろうか。何が起こっても、自分ならフォローできるとでも思っているのだろうか。私は、あまりの怒りに、娘を抱いていることを忘れて、夫を怒鳴りつけた。なんでこんなことするの？もし何かあったらどうするつもりよ！お前まで朝から大きな声を出すなよ。だって、布団は床に敷いたから、楽の心配はないし、周りに毛布も敷いたし、時間も4時間くらいだから、何も起こりゃしないって。何か起こってからじゃ遅いでしょ！ああ、もう、本当に朝からうるさい。夫は、私と話すことが面倒なようで、頭をかきながら、洗面台へと向かってしまった。やはり、夫は仕事と育児を同じように考えているようだ。夫は事故のリスクは軽減したから、娘を一人で寝かせてもいいと思っている。娘の安全を犠牲にしてまで、自分の睡眠を優先したいのか。私には、全く理解できない思考回路である。私は、朝食の準備はせずに、リビングで座って、夫が洗面台から戻ってくるのを待った。トントンと、夫の足音が近づいてきて、夫がリビングに入ってくると、すぐに私と目が合う。夫は明らかに面倒くさそうな表情をすると、無言でテキパキと仕事に出かける準備を始め、準備が終わると、いつもより1時間も早く家を出て行った。私は、夫の態度に、仕事は任せられるが、娘の父親の役は任せられないと思って、大きなため息が漏れる。その日の夕方、夫はいつもより早めに帰宅した。夫が帰ってきた音を玄関の方から聞き、壁にかかった時計を確認すると、時間はまだ6時過ぎだ。私は夫が早く帰ってきたことで、娘のことで話し合う気があるのだろうと思っていた。これからの夫婦生活や娘の育児についての話し合いができるなら、状況の改善ができるかもしれない。そう期待したのだが、リビングに入ってきた夫は、私の目の前に離婚届を突き出し、信じられない言葉を言い放った。お前、もういらないわ！離婚してくれ！夫は離婚まで、即断即決、即行動でしてしまうようだ。意味不明の言葉とともに、いきなり離婚と言われれば、頭が真っ白になってしまうと思う。しかし、私は今までの夫の態度と、何より今朝の娘への仕打ちで、夫に怒りが溜まっていた。そこに夫からの理不尽に思える要求。私は夫の言葉を聞いて、0.1 秒で怒りがマックスに達した。離婚なら、こっちからお願いするわ。私は、夫が持っていた離婚届をひったくるように奪うと、娘を連れ、財布と鍵だけを持って、家を飛び出した。一週間後、私と夫の離婚は、すごくスムーズに成立した。二人とも離婚の意思があったこともあるが、夫が娘の親権を求めなかったことと、やたら気前よく
養育費の支払いに応じてくれたことが大きな理由である。家を飛び出し、離婚した私は娘と一緒に実家で生活している。私には仕事もあるし、両親が育児を手伝ってくれるので、これからの生活に問題はない。また離婚の原因は元夫の態度にあり、あまりにも娘にした仕打ちがひどいものであったことから、離婚のショックも思ったよりはなかった。ただ育児休暇が終わった後に、またあの元夫と一緒に職場で働くかと思うと気分が沈む。しかし仕事に戻るまでにはまだ半年くらいはあるので、この間に気持ちの変化が起こることを私は期待している。離婚成立から2日後、私は娘を母に任せて、少しだけ気分転換に街をブラブラすることにした。私が目的なくショッピングモールに入ろうとすると、今一番見たくない顔をした人とすれ違う。自動ドアを挟んでいたため、迂闊にも相手の接近を見落としてしまったようだ。私は相手が気づかないことを祈りながら横を通り過ぎる。あ、地下じゃないか。気がついてもそのまま通り過ぎてくれればいいものを。元夫はすれ違った私をわざわざ呼び止めた。私は気がつかないふりをしてショッピングモールの奥に進んでいくが、元夫は私の肩を掴んでまで呼び止める。なあ、無視するなって。ああ、あなただったの。ここまでされるとさすがに無視するのも悪いので、私は嫌々ながら元夫と会話をすることにした。元夫の方を振り返ると、元夫の横には若い女性が立っていた。私はついつい不思議なものを見るような目でその女性を見てしまった。この子が気になるか？気になるよな。どうやら元夫がわざわざ私を呼び止めたのは、この女性について説明したかったからのようだ。すでに元夫の顔はにやけている。この子はな、俺の再婚相手だ。もうお席も入れてる。は？私は元夫の言葉に驚いて、離婚を突きつけられた時以上のショックを受けた。まるで鈍器で頭を殴られたかのような感覚だ。離婚が成立して2日後にもう再婚していることにも驚きなのだが、その再婚相手がかなり若い。33歳の夫にはいくらなんでも若すぎる相手に見える。驚いてるな。元夫は私のリアクションに満足したようで、周りの視線を気にせず大きな笑い声を上げている。その横で女性が元夫の服の袖をクイクイと軽く引っ張った。ああ、こいつは前の嫁のチカだよ。そうでしたか、はじめまして。私は剛さんの新しい妻で萌香って言います。ええ、ああ、はじめまして。私は元夫の再婚相手の名前を聞いて、再びその女性を不思議なものを見るような目で見てしまった。その表情を見て、また元夫がにやける。どこかで見た顔だなって思ってるだろう。お前は萌香の顔は見たことがあるはずだぞ。会ったことはないかもしれないけどな。顔を見たことあるのに会ったことがない？私は元夫の不倫相手の顔を見て、あることに気がつき、ハッとした。私が担当してた会社の社長の娘さんだ。その通りだ。よく思い出せたな。私は元夫の再婚相手の正体が分かったので、頭はすっきりした。しかし、女性の正体が社長の娘と分かったことで、別のモヤモヤが溢れてくる。この2日の間に入籍？2人が知り合ったのは、あんたが私の仕事を引き継いでからよね。そうだな。あの社長、お前が言ってた通り、すごい萌香のこと自慢してきたよ。私が社長に写真を見せてもらってたのは、萌香さんが高校生の時だから、今は大学生？はい、今19歳で大学生です。大学生になってからお父さんの会社で
データ入力のバイトをさせてもらってるんです。お話ししたことはありませんが、私は遠くからチカさんの顔は何度か見たことありますよ。いい年して何とも若い再婚相手を捕まえたものだ。法律的にはセーフだが、人としてアウトと思う人もいるラインだろう。私はじとっとした目で元夫の顔を見る。俺もたまたま萌香を見つけてさ、部屋の端で作業してたから俺も気がつかなかったよ。そうなんです、部屋の隅でカタカタと地味に一人で作業しないといけないし、私が社長の娘ってことで周りもあんまり話しかけてくれなくて、心細かったところに千代が声をかけてくれたんですよ。私は軽く軽蔑するような目で元夫を見たのだが、どうやら私が羨ましがったと勘違いしたようで、二人は自分たちの馴れ初めを話し出した。しかし二人の出会いのタイミングがはっきりしたことで、元夫の態度が変わった理由もはっきりした。私は元夫の態度が変わったのは私の仕事を引き継いで仕事の負担が増えたからだと思っていたが、それは私の深読みしすぎであり、シンプルに不倫が原因だったようだ。娘が生まれた時はこちらに気持ちが戻りかけたが、19歳の社長令嬢と生まれたばかりの娘を天秤にかけ、元夫は社長令嬢を選んだのだろう。なるほど、二人の関係は前からあったってわけね。それは違うぞ。俺たちが付き合い始めたのはお前との離婚の後で、交際半日でプロポーズのスピード婚だ。はいはい、夫の言っていることは明らかに嘘だ。こう言っておかないと、離婚前から二人の関係があったことになり、私から不倫の慰謝料を請求される可能性があると思っているのだろう。私の手元には二人の不倫関係を証明する証拠が何もないので、付き合ったのは離婚後にしておけば安心というわけだ。しかしそんなことしなくても安心してほしい。私は今更不倫をどうのこうのというつもりはない。これは私が諦めの境地に達したわけではなく、ちょっと気になることがあるからだ。私は確認のために会話を続けて、少しずつ必要な情報を引き出していく。よくあの社長があんたと萌香さんの結婚を許したわね。そりゃ最初は猛反対されたよ。でも萌香が必死に説得してくれたんだよ。お父さんは私がお願いすれば何でも許してくれるからね。泣いてこれねば一発よ。二人はまるで苦労して大きな壁を協力して乗り越えたかのように話す。しかし話を要約すると、娘を溺愛する社長が娘に嫌われたくなくて折れただけということのようだ。萌香さんは大学を卒業したらお父さんの会社で働くんですか？はい、そのつもりですよ。それから千代さんにもうちの会社に来てもらうつもりです。何？あんた転職するの？そりゃ萌香と結婚したんだから、お父さんの会社で働かないとな。もう会社に話はしてあって退職の準備を進めてるんだ。じゃあ社長に会社に来いって言われてるわけね。いえ、また今度お父さんに剛さんを会社に迎え入れるようにお願いするつもりです。あら、結婚の話はしたのに仕事の話はしてないの？結婚のことでお父さんにはだいぶ無理な頼み事を聞いてもらいましたから、次のお願いをするまでに少し期間を空けてるんです。社長に頼み事を聞いてもらうためのコツがあるらしい。元夫の再婚相手は社長に甘えきっていることがなんとなく分かってきた。私はあんたと同じ職場で働かなくてもよくなるから嬉しいけど、あんたはここまで続けてきた会社を簡単に辞めていいの？え？いいに決まってるじゃん。俺は萌香の夫だぞ。好待遇で迎えられるんだ。ちんけな安月給でいつまでも働いてられるかよ。おっと、お前はあの会社で働き続けるんだったな。悪い悪い。好待遇ってまだ社長に話は通してないんでしょ？そんなの私が頼めばまた一発ですよ。千代さんについては次期社長として迎えてビシバシ鍛えてやってくれって言うつもりです。次期社長か、一気に出世だな。二人はバラ色の未来を想像して何とも楽しそうだ。私はそんな世間知らずの社長令嬢と
重大なミスをしている元夫を見て楽しい気分になってきた。俺は19歳の社長令嬢と再婚する。お前は独身になって寂しいまま。しかも今は育児中で仕事もしてない。1円も稼がない貧乏人は。さいなら。仕事に戻ったらまたうちの会社を担当してくださいね。ではお元気で。二人は私に幸せマウントを取って満足したのか、笑顔で私に手を振って去っていこうとしている。確かに元夫の言う通り、育児休暇中の私が今もらっているのは育児休業給付金なので、仕事で稼いだお金ではない。また仕事に戻っても給料は平凡なので、社長クラスから見れば貧乏人で間違いはないだろう。しかし元夫は大きな間違いをしている。その原因は隣にいる社長令嬢だ。そのため私から去っていく社長令嬢の顔を見て、これから元夫がどんな顔をすることになるのか想像して、思わず私は吹き出してしまった。あんたは社長になんてなれないわよ。社長になるためにこれから頑張るんだよ。最後に強がるなよ。私は後で文句を言われても嫌なので忠告だけしておいたのだが、元夫は私が負け惜しみを言ったと思ったようだ。なれないって言ってるのに。だってその女が言ってることは。私は心の声が漏れて小声でつぶやく。ここで元夫が事実を知ればダメージは最小限で済んだかもしれないのに、残念なことである。元夫とショッピングモールで出くわしてから3ヶ月後、そろそろ職場復帰に向けて準備が必要な時期となってきている。私はまた頑張って働こうと意気込んでいた。ある日、その気力をそぐかのように元夫から電話がかかってきた。どうやら事実を知ったようだ。お前、前に俺が社長になれないって言ったよな。知ってたのか。元夫の言葉は全然足りていないが、事実を知っている私には質問の意味がわかる。ええ、知ってたわよ。いくら萌香さんが社長にお願いしても、あんたを社長にするのは無理だったでしょ。どうしてあの時教えてくれなかったんだ。萌香のお父さんが雇われ社長だったって。元夫は相当焦っているようで声が震えている。電話なので表情が見えなくて残念だ。元夫の言う通り、元夫の再婚相手のお父さんは雇われ社長だ。つまり社長の上にオーナーがいる。社長は経営を任されてはいるが、重要なことに対する決定権はオーナーにある。会社の後継という重要なことは社長が勝手に決めることはできないというわけだ。これはさすがに有能な元夫でもフォローのしようがない。元夫の再婚相手も自分の父が雇われ社長と知らなかったのだろう。もしくは雇われ社長がどのような立場か知らなかったのだ。そうでなければ元夫いきなり次期社長として迎えれるなんて無茶なことは言えないはずだ。19歳なら自分の父が雇われ社長であることを知っていてもおかしくはない。しかし元夫の再婚相手は社長というレッテルを持つ父親に甘えるばかりで、その会社の仕組みや父親の正確な立場などを理解しようとも思わなかったのだろう。また元夫の再婚相手はアルバイトで会社で仕事をしていたが、周りも当然知っているものとしていちいち事細かく説明している人もいなかったのだろう。だから忠告したのに、あんたは社長になれないって。くそ、もっと会社のことを調べればよかった。そうね。もし私から仕事を引き継ぐときにちゃんと説明を聞いてたら、途中で気がつけた可能性はあったわね。私は休みに入る前に元夫に仕事を引き継いだ。その時に元夫は最低限の資料だけを私から受け取り、詳しい説明を聞かなかった。私は雇われ社長のことは社長との雑談中で知ったことであり、保険にはあまり影響のない情報だったので資料には記載していなかった。
元夫が即断即決、即行動と効率的に仕事をこなすスタンスがあだとなったようだ。もう会社を辞めちまったのにどうすりゃいいんだよ。次期社長は無理でも一般社員なら雇ってもらえるんじゃないの？雇われ社長でもそのくらいの権限はあるでしょ。それがダメなんだよ。実は萌香とは離婚の話が進んでてそれガチで？私は元夫の言葉に吹き出してしまった。どこまでこの社長令嬢と元夫は私を笑わせてくれるのだろうか。もはや私をいい気分にさせるためにわざとやっているのではないかと思ってしまう。結婚して3ヶ月2人で遊んで暮らしたんだけど、あいつ文句ばっかり言って家事はしないし遊びにばっかり行くし。そりゃ19歳の大学生なら無理ないか。私も重要なことを見落としていた。元夫が再婚したのは19歳の大学生だ。恋に生きる年齢だし楽しいこともいっぱいある。周りがキャンパスライフを楽しむ中、自分だけ結婚して自由の幅がなくなるとなれば耐えられなくなるのも当然だ。社長令嬢で社長である父親に甘やかされてきたのであればなおさらである。最初は元夫のことを本気で好きになったのだろうが、結婚すれば現実と向き合うことになる。元夫の再婚相手は燃え上がった恋の勢いそのままに結婚したのだろうが、理想と現実のギャップに耐えきれなくなったのだろう。19歳の大学生なら無理ないと思う。それについては社長令嬢と結婚すれば甘い汁がすすれると思って急いでプロポーズした元夫にも責任があるだろう。ある意味元夫の再婚相手は被害者なのかもしれない。ちゃんと相手のことを考えずに自分のことばっかり考えたあんたの自業自得ね。それで離婚の話は進んでるの？相手は19歳よ。また変にそそのかして復縁を迫ったりしないでしょうね。それが萌香とは家を飛び出していってから連絡が取れてないんだ。じゃあ話し合いはどうしてるのよ？社長が出てきたよ。萌香は実家に逃げ込んで社長に助けを求めたんだ。それで俺のところに連絡が来て、娘を泣かせたお前は許さないって言われて、弁護士から連絡を待ってろって言われたよ。私は怒る社長の姿を想像してゾッとした。社長は自分の娘の写真を他人に見せて自慢するほど溺愛していた。そんな娘を泣く泣く嫁に出したにもかかわらず3ヶ月で助けを求めて実家に帰ってきた。それはさすがに許せない気持ちになるのはわかる。雇われ社長であっても社長は社長だ。お金も権力もあることだろう。そんな人に許さないと言われたのだから元夫がぶるってしまうのも無理ないと思う。なあ俺どうしたらいいと思う？さあ知らない、自分でどうにかしたら。私は笑いながら元夫からの電話を切る。元夫が痛い目に遭っていることを知り気分が良くなった私は娘を連れて公園に散歩へ行くことにした。元夫の電話から数日後、次は社長令嬢から電話がかかってきた。私に会ってほしいと言われた。少し警戒したが、若い社長令嬢は元夫の被害者とも言えなくもない。気の毒に思った部分があるので、私は社長令嬢と近所のカフェで会うことにした。すいませんでした。席に着くなり、社長令嬢はクリアファイルを私に渡してきた。中身は元夫とのメッセージのやり取りや二人で写る写真などを印刷したものだ。つまり不倫の証拠である。どうして私にこれを？私の質問に社長令嬢は何も答えず、ただうつむいている。まあ答えられないことが答えなのだろう。おそらく父親である社長が渡してこいと言ったのだろう。しかし父親が不倫の証拠を私のところに持っていけと指示したとなれば、
いろいろと問題だ。そのため、私の目の前で起こっていることは、あくまでも社長令嬢が自分の行いを反省して、私に詫びを入れてきた。ただ、それだけのことだ。離婚からはまだ半年も経ってないので、不倫の慰謝料は問題なく請求できる。私は不倫の慰謝料を請求するつもりはなかったのだが、社長の会社とはこれからもお付き合いをしていかないといけない。私は面倒なものを受け取ってしまったと思いながら、クリアファイルをカバンにしまった。その後、元夫には150万円の慰謝料を請求した。子供の養育費も払ってもらわないといけない。しかし、現在の元夫は無職である。離婚した時に夫婦の貯金を分けたので、ある程度の懐事情はわかる。夫は私に1円も稼げない貧乏人と言ったが、特大ブーメランとなったようだ。あっという間にお金はなくなると思うので、早く仕事を見つけてもらいた。私の方は実家で娘と暮らしている。私も親に甘えている点では、どこかの社長令嬢と同じだ。しかし、ちゃんと家賃も自分の生活費も払っているので、甘えきりの社長令嬢とは違うと思いたい。娘はすくすくと育っている。もうすぐ職場復帰なので、これからは娘のために仕事を頑張っていこうと思う。どうも、ナレーターの葉月です。なんだったんですかね。まあ、社長令嬢の方は孤独だと思ってた。なんか話しかけられたから。まあ、旦那さんは打算ですよね。ただ、すんごい短い蜜月でしたね。皆さんはどう思われましたでしょうか。よろしければコメント欄で教えてください。また、高評価、チャンネル登録をしていただけますと励みになります。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。